俺ハリーポッターになるわ。始まった。ホグワーツレガシー。どうも、今回はですね、去年世界中で話題になったハリーポッターの世界を舞台とするゲーム、ホグワーツレガシーをやっていきます。時代としてはハリーポッターがいた時よりも前のファンタスティックビースト、ニュートスケマンダーがいた時よりもさらに前の1800年代のホグワーツが舞台となってるっぽいんだよね。で、ちょっと始める前に、ヨダのヨダちゃんで私の情報を言っときますと、ハリーポッター映画シリーズ大好きで、もう全部の作品を、すいません、賢者の石以外の全ての作品を、公開初日に映画館に見に行ってます。もうじゃあなんで賢者の石行ってないんだよ。一番最初じゃん。俺今逆転時計使えるんだったら、異常な回数回して子供の頃の器用にあって、賢者の石映画館に見に行くように仕向けるわ。石投げて。狼の鳴き声真似して。やっていきますね。と言いつつもですね、にわかライト層代表だと思います。この度5年生としてホグワーツ魔法魔術学校に入学を許可されましたこと、心よりお喜び申し上げます。5年生なんだ。新学期は9月1日に始まります。必要な学用品等はこちらでご用意しておりますので。なんかその集める道中も楽しいのに。城への道中にてお受け取りください。あ、その道中あるんだ。すでにお気づきかと思われますが、未成年魔法使いの妥当な制限に関するお法令により、17歳未満の魔法使いが学校の敷地外で魔法を行使することは禁じられています。あ、すごい、ちゃんと忠実になってるんだな。これね、不死鳥の騎士なんだっけ。ハリーがさ、ディメンターに対してエクスペクトパトローナム使ってたよね。で、それが問題視されて、なんか魔法省の裁判まで行ってさ、で、ダンブルドアに助けてもらおうと思ってたんだけど、ダンブルドアにその裁判の時間を、なんか嘘の時間というか変更したことを伝えられてなくて、ダンブルドア来ないだろうって思ってたら、ダンブルドアがそこに現れて、なんでって思ったら、たまたま3時間早く着いちゃったんだよねって、最初から予知してるって、あ、やばい。意外と話せるかも。ハリーポッター知識。俺、この、なんか入学許可証だけで俺30分ぐらい話せるかもしんない。しかしながら、この度は貴殿の特殊な事情を顧み、魔法省からの特別な許可により呪文の使用法については、エリエザー・フィグ教授が事前の指導。エリエザー・フィグ教授ね。誰？普通に知らん。誰？このゲームオリジナルなのか、原作にはいたのか。俺原作読んでないのよね。ほんと申し訳ないんですけど、読めなくて文字が。事前の指導を行います。フィグ教授はこの指導の後、貴殿をロンドンから城へと引率し、歓迎会と組み分け式の儀式へと。組み分けの儀式？あ、組み分けも出てくんの？ご案内いたします。もう決まってるとかじゃないんだ、5年生だからって。警具、誰だよこれ。副校長、マチルダ・ウィーズリー家？来たー。これが俺か。ああ、これでようやく出発。あ、フィグ先生。できればもう少し魔法を教えておきたかった。あらたつだな、こいつ。教えた呪文は練習していたかね。もちろんです。おお、お下がりの杖にこれほど早くなれるとは夢にも思わなかった。ハリキョタ、自分の杖を持つのが楽しみだ。確かにね。ありがとうございます。新学期の前から手ほどきして。のー、来た。お、姿現しか。やべ、自分の杖欲しくなってくる。エリエザージョージ、ずいぶん分かりにくい説明だったと思うが、よく見つけられたな。どうってことない、姿現しで一瞬だ。あ、やっぱりあ、いいな。とはいえ、1回目は目算を間違えたらしくてな。ウエストエンドの劇場に通う人々を怖がらせたかも。久しぶりだな。ちょっと髪型イキりすぎだって。エリエザー、場所を変えて話さないか。そうだな、ホグワーツに向かいながら話そう。これから新学期の宴会と組み分けの儀式があるんだ。いい考えだ。君の連れさえ良ければぜひご一緒。師匠とおじさんみたいな感じなのかな。喜んでじゃねえんだよ。ホグワーツは久しぶりだ。懐かしき岩のお城は今どうなっているかな。どういう感じなんだろうな。知らない時代だもんね。怪しい顔すな。何を見たんだ。いや、いい、面白い。もうなんか引き込まれちゃうわ。いるー。ああ、姿くらまし。悪役なのかもわかんない。おいおいおい、なんだ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 。うわあ。来たー。これは始まったオープニングってことなのかな。いや、たまんねえなー。どうも、
ハリー・キョッターとしてホグワーツ魔法魔術学校に転入になるのかな、新しく入学することになるのかな、入学させていただきます。どういう生活が待ってるのかわからないんですけど、ちょっと自分なりにね楽しんでやろうかなと。いいね、やっぱりちゃんと知識がある程度あった方が楽しめる。それなくても全然楽しめるんだろうけど、うん、でも主な元のなんかさ、メインのストーリーがどういう感じなんだろう。行く前に会えてよかったジョージとフィグ先生ところでこの若者は誰だい。自己紹介。新入生だよ。新入生？はい。はい、5年生から途中入学です。ハリー・キョッター。驚いたな。声高めだな。こんなに遅れてホグワーツに入るなど聞いたことがない。私もだよ。無論、他の5年生はすでに4年間魔法を学んでいる。そうよね。校長から新入生がついていけるよう入学前に個別指導を頼まれてな。君は最高の指導者に出会えた。ホグワーツの先生ってことよね。フィグ先生は優れた教師であるだけでなく、直感に恵まれた類まれなる魔法使いなんだ。照れてんの可愛かったな、フィグ先生。彼はお世辞が上手でね、魔法省で出世できたのはそのおかげかも。フィグ先生裏切んないよな死ぬなよフィグ先生。起きた。おお、ゴブリンか。彼の脅威をどう見るかは意見の分かれるところだ。ショーの仲間はなかなか信じてくれないが、私は奴を大いなる脅威だと思っている。ラピュタ。それに君の奥さんなんだ。この件を私に警告してきたのはな。ミリアムがどうやって警告。亡くなる前に手紙をくれてね。魔法省がランロクをマークしているか気にしていた。ランロク魔法省。返事を書く前にこれが届いた。連絡はそれが最後だよエリエザー。届いた時には手紙の類はなかった。察するに急いで送ったんだろうな。守るためにランロクの手からな。ランロクは誰なんだ。ないな。どうやら強い魔法がかかっているらしい。ゴブリンの金属か。なるほど。これを。光は？光など見えんわ。嘘だろ？私もだ。キョッタ？キョッタ？キョッタお前まさか。お前まさか選ばれし者なんじゃないか？キョッタお前選ばれし者じゃないか？どうやって？待て。何？ああ！容赦な！急に？急に？ジョージおじさん、ジョージおじさん、え、死んだ。姿くらまししてるこれ。もう全然わかんないストーリーが。キョッタ慌てすぎだろ。すげえ死んだんだ。セストラルが見えるようになってる。あ、そういうことか。あ、面白い。皆さんもうわかんない人はもうわかんないまで大丈夫です。すごい人のね、死をしっかり 目の前にとか見た人にしか見えなくなるのよ。見えなくなるというか見えるようになるのよ。セストラルっていうあの馬車を引いてた謎の黒い動物が。いや面白い。この鍵の秘密なのかな。大丈夫かね怪我か。子供の声なのよ。ちょっとだけ。これをウィゲンウェルド薬だ。多少の怪我ならすぐ治る。骨折したんじゃないのこれね。えこれをさ、もうルーナールーナー直してくれよ。つま先直す感覚で鼻の骨直したみたいに。これ回復すればいいのか。セストラは見えてたんだよな。ルーナも自分のお母さんが亡くなったからっていう理由で目の前で死んだんだもんな。確か見たってことは。ジョージがまさかあんな。一体どういうことなんだ。飛んでいる馬車を襲うだなんて。普通のドラゴンならそんな。先生だから先生ここは見渡す。君が見つけたのはポートキーらしい。ポートキー移動だ。触ると他の場所に瞬間移動する道具だ、うん、
すごい面白いな。なんか知ってるワードが出てくると面白いね。動けそうです。少し見てもありませんか。そうだな。だが離れるな。誰が作ったポートキーかわからん。注意を。オンボロブーツのポートキーじゃねえんだな。クディッチのワールドカップ見に行くわけじゃねえのか。これ走れはしないのか。走れはしないんだ。いやもうキョッタだいぶ髪型がイキっちゃってんのよ。あとお前そのさ、なんだ、なに、うわすごい。なにここ。ここは一体どこなんでしょうね。馬車で移動したよりずっと遠くだ。ハイランド地方はどこかだ。ハイランド地方、あの遺跡、ポートキーの目的地か。行こう。こんなことになるとは夢にも思わなかったね。だがポートキーを送ったのには理由があるはずだ。ミリアムもジョージもこの鍵に隠された秘密のために命を落とすことになった。やっぱ二人とも亡くなったんだな。君にまだ元気があってわがままを許してもらえる。少し調べさせて。構いませんよ。よかった。早っ。ひとまず道を探そう。あるいは道の名残をな。構いませんよってもう言うの分かってたレベルで早くなかった今。よかったっていうのが来た。なんかできんのか。フィグ先生についていく。それしかないんだもんな、きっと。これ落ちれんのか。落ちれるわけじゃないんだ。あ、ジャンプできる。フィグ先生、フィグ先生見て。危ないでしょフィグ先生。これ死者がもう一人増えるよ。フィグ先生、一体どこでポートキーを手に入れたんでしょう。いい質問だ。ミリアムは長年大昔に忘れられた古代魔術の証拠を探して。古代魔術の証拠か。まあ、時代背景的に昔と言いつつもさらにもっと前の時代があるわけだもんね。全然ああ、ごく一部で使われていた強力な魔法、時の彼方に忘れられたはずよ。アバダケダブラみたいなやつはないってことなのかな。そういうのもあんのかな。まあ、存在するよねきっと。フィグ先生真似します。ここどこなんだろうね。場所としては分かんないな。あのポートキーの出所が一体どこかは。確かにあそこどうやって行くの。そもそも古代魔術と関係があると考えてよかろう。フィグ先生先行きますよ。下に道がある。え、こっちだ。フィグ先生こっちは、うん、こっちかい。なぜ奥さん、フィグ先生が、フィグ先生が俺より先に行こうとする。妻は強力な古代魔術が消えた理由を知りたがっていたのだよ。皆の役に立つはずだ。古代魔術のことを調べるっていうのがストーリーなのかな。あ、一瞬ジャンプしたね今。せーの、仲良し。確かにな。そうよな、結局使い手なんだよな魔法っつうのも。キョッタ、氷ですか。冷たくはないな。おそらく何かの魔法。なんだここは。この先に行かせないため。なるほど。杖の練習の成果を見せてもらおう。あ、ここで、あ、なんかできるってこと。あ、来た。入るために呪文を唱えるってこと。レモンキャンディ。あ、それダンブルドア校長室に入る時の呪文だった。 R2。 あ、来た。え、これ何やってんの。これもう呪文唱えてる。危ないって。なんか適当にやってない。ちょっとカメラを使用して新しい対象を選択できます。同じスティックで対象の選択とアバターの移動を行うことができます。これもいろんな魔法を使えるようになるってことなんだよね。じゃあ了解、サンキュー。走る。よー、急にルーム。フィグ先生痛い。想像以上に荒っぽかったな。荒っぽかったな。あ、やばい。え、何でも使える。何でも使える。フィグ先生見て。フィグ先生、フィグ先生嘘ですよ。嘘です、嘘です、嘘です。なんかあったわけじゃないです。何が嘘かなって思うかもしれないんだけど嘘です。くそ、なんか狙えないかな。フィグ先生杖持たねえかな。エクスペリアームズってできねえのかな。さて、 あそこか。あっち、こっちはなんかあるわけでもないのか。うわー、かっこいいな。キョッタ、こういう崖登りもできるんだね。逆側も気になるから行っちゃおう。フィグ先生ちょっと待っててね。おっと、なんだこれは。箱44。
金か44円ってこと安いな。ちゃんと距離が出んのいいな。もうすぐだよ。いしょ。全部壊したくなる。目に見えるもの、もっと魔法使いたいんだけど。クルーシオとか使いたいんだけど。風強っ。転ぶんじゃないぞ。はい。ビグ先生もね。レパーロ。出た。修復の魔法。レパーロ。この規模の修復は初めて見ました。すげえ。走ってく若いっすね先生。うわレパーロ。ちなみにこのメガネをな、メガネが壊れて直すときはオキュラスレパーロなんだよね。このメガネ専用の魔法、これ原作にはないんだっけ。走ってこう。行くぞ。もう少しだぞ。はい、フィク先生。ちょっとね、危ないから一応全部壊しとこう。なんだここ、なんか神秘的なところに来たな。随分なんだ。彼は何のためにこんなものを。おそらく秘密を守るためだろう。ポートキーを使ってまで。なんかあるな。何でもいい、怪しいものはないか調べて。フィグ先生、この銅像がもう怪しいです。これ怪しいですけど、なんか予言の水晶みたいなやつ持ってるんですけど。あいつミニマップにはあなたを中心に周囲の状況が表示されます。はいはいはい、長居するとクエストの詳細を確認。了解。あー、これもとりあえず壊しつつでいいのかな。こっちっぽいな。あーでもあっちこれ以上、あ、なんか白いの出てるぞ先生。何かの壁画みたいです。何の壁画これ。うん、主は名のある占い師か。面白い。占い師キョタそっちじゃないよ多分。向き壁画逆だよこれ。奥行き、あ、なんか待て待て待て、行けるところがあるぞこれ。マップでこっち側から行けるぞ。こっちか先生。こっちこっち、フィグ先生こっち、こっちにあるぞ。フィグ先生気づいてないのか。また例の魔法の結晶だ。何を塞いでるの。なんだここ、走ることができなくなった。これはキョッター待って、フィグ先生待った方がいいんじゃない。フィグ先生行っていい。え、これ入っていい。え、なんか来た。え、なんか来たよ。え、あ、お前かい。奇妙だな。なぜこんなところに魔法の石を出現させたのだ。奥に部屋があるのも変ですね。部屋だと。見えないんだ。うわ、またあの光。見えないんすか。この箱と同じ。ねえ、選ばれし者なんだな、やっぱり。キョッタ、俺ら選ばれし者だぞ。ちょっとウキウキになっちゃうな。だって選ばれし者だもんっつって、グレンジャーにぶったたかれそうだけど。これは一体なんだ？ん？結局何もなかったってことか。ああ、なんと。鬼を起こす。信じられん。何ここ？起こしていいのこれ。あ、走れる。すいません。銀行、グリンゴッツ銀行。昔のではないか、さすがに。いや、夢じゃないよな。でもポートキーでしか来れない銀行ってこと。ここ、ああ少々お待ちよ。そういうことなのかな。やばい、面白い。なんかもう全部知ってる、見覚えのある、まあそのキャラではないんだろうけど。グリンゴッツ銀行。グリンゴッツ銀行だ。12番の金庫で合ってますか。うわ、めちゃくちゃ数字が古い。いかに。鍵はお持ちで。鍵？ポートキーじゃ。ああ、持っていると思う。かわいいのよ、ずっと声が。ではこちらへ。うわ、すごいな。離れるなよ。賢者の石の時はな、この銀行のゴブリンはちょっと愛想が悪いってハグリとか教えてくれたんだけど、全然そんな感じないな。
お先にどうぞ。うわ、このアトラクションみたいなやつね。はい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 。指を失いたくなければ両手をトロッコから出さないように。こんな乗り方してたっけ。行くか。もうこれ道中、え、俺が操作すんのこれ。え、これ俺が操作すんだ。ここにはいくつの金庫があるんですか。いますだけかい。何百と。実際に順番金庫はかなり奥の方でしてな。ここはロビーの。いや、そうよね。だってハリーの時代の時とかで700何番とかだったもんな。専用の入り口が普通なのか。いいえ、違います。大きな富か力、あるいはその両方を持った。そういうことなんだ。うわー、面白い。ちょっと乗りたい、この乗り物。息吸います。なんだ。あの滝で魔法を全て。あった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 。もしかして、あの、あー、知ってます。魔法とか呪いを落とすやつですよね。変装してるやつとかも分かるみたいな。どこまで降りるんですか。ただのファンになってる今。400年以上前にグリーンボックスが設立された頃から使われております。400年以上前なんだ。いつこの時代はあるんだ。ですので少々距離があります。そういうことなんだね。そこに何が隠されてんの。賢者の石レベルのものが隠されてるってこと。ついたな。やばい、ちょっと楽しい、興奮しちゃう。何番だ。12番だ。とうとうこの日が来た。喜んでる。言っていいぞ。あ、この愛想悪い感じ、これが本来の姿なんだろうな。どうした、キョッタ。キョッタ、何かを感じてんな。え、レースすんの。あ、違った。先生、さっきのゴムに腕輪が光ってました。嘘。あのポートキーの箱のように全然見てなかったよ。ドラゴンの首輪と同じ光です。どうされました。ドラゴンの首輪。さっきのゴブリンが怖かったんだ。彼は一番古い区画の見張りでしてね、めったに人が来ないのです。なんか仕組まれてるわけでもない。ついたか。うわ、すげえ。こんなところお宝だろ絶対。え、あ、びっくりした。なんか今ハリーポッターの音が流れなかった。トントンタタンタンって。いつ以来だね。あの受付には数百年間ゴブリンが座っていましたが、その間誰も12番金庫を訪れています。え、今日が初めてです。すごいいいね、なんかこの初期の話を見れるっていうのは。じゃあもうその数百年誰も開けてこなかったこの金庫の中身、そりゃゴブリンも大興奮だわな。こちらです。案内ありがとう。何あんの。大丈夫これ。言ってフィグ先生。バカバカバカ、何しとん。ゴブリン、ここでどうすればいいんですか。何すんのこれ。わからん。なんか宝があるわけでもねえんだな。すまんないな。12番金庫には鍵を持つ方を中にご案内したら、え、扉を閉めろとの指示がありますので。いや、いいよその指示、今聞かなくていいわ。まあでもこれ幸運をって言ってるぐらいだから別に悪いやつってことじゃないもんね。なもてなしじゃないか。どうするか。ここにはきっと何かがある。あ、うん、レベリオの出番か。レベリオ。レベリオ。現れろっていう。出現呪文。うん。こういう時に使える。鬼が出るか蛇が出るか。杖を構えて集中したまえ。なんかで、なんかやるんだけど。エルスティックで杖をしっかり持って呪文の軌跡をなぞりましょう。入力された表示。はい。了解。こう？なんか後ろから来てるよ。ねえ、闇の魔術みたいの来てるよ。これでいいの？レベリオ？そんな簡単に覚えれるわけないから。ねえ、そんな簡単に覚えれないって。だって4年間魔法学んでないんでしょ？お前1年から5年の間何してたん、キョッタ。レベリオ。あった、見えました。お前だけにな。近くまで行って調べてみよう。
行ってみるか。レベリオ、レベリオ唱える。あ、ホグワーツへの道、あ、こういうなんかが見れるんだね。詳細というか、ここで調べればいいのか。出てきた。一歩前進だな。また紋章か。もしかしてまた何か。はい先生、紋章にポートキーの箱と同じ光が見えます。よく覚えてんな全部。光が見えるのだとしたら、この金庫に隠された秘密を解き明かせるかもしれんな。確かに。先行してくれ。ビビってんの。いや、いいけどフィグ先生、でもなちゃんと力はあるわけだからな。これ座って大丈夫？ルーモス、フィグ先生、ルーモスマキシマの方がいいと思います。正解を見つけないと。全然暗いです。正解ってどういうことです？僕らは試されてるってことですか？堂々と離れてみよう。おそらくフィグ先生がビビるぐらいに。目的はわからんがな。そばにいなさい。まずい事態が。何そのカウントダウン。フィグ先生待って。サタクラマシを使えよ。なそのカウントダウン。ちょっと待って。ちなみにね、ちなみにこのカウントダウンがゼロになったらどうなるか一回見てくれ。何この急なカウントダウン。これちなみにどうなんの。別に離れすぎているって言われて普通に距離見えてるけどな。これちなみにだよ。してねえだろ。いや、これハリーポッターの話しながら進みたいんだけど、フィグ先生がガンガン喋るからな。姿くらましが使えない。了解。ホグワーツ魔法学校みたいになってんだ。とにかくそばにいるよ。ちなみに私ですね、ハリーポッターの映画でですけど、好きなキャラクターはですね、マクゴナガル先生と、あとロンのお母さんモリー・ウィーズリー、この二人が好きですね。いや、いいのよ。優しくて温かくて時には厳しくてで、ね、たまんない。フィグ先生、これちゃんと目的あって歩いてます？そこさっき通らなかった？先に何かあります。あ、なんかある？なんだ？あの光です。今度は床に。他は特に何もないんだよね。てかお前、ルーモス使えないのかい。そっか、まだ何も覚えてねえのか、もしかして。何これ。いてぇー、いてぇー、フィグ先生痛い。足やった。痛い。熱っ。これ何？ルーモス、何があった？光の方に進んだら、地面がいきなりうねうねと動き出して。ちょっと怪我してない？はい、平気です。本当に？君のおかげで床に変化が起きたぞ。起きたな。象が埋もれてる？だと見えないんだ。床に映り込んだ景色に何かの象が見えるんです。見えないの？やっぱ選ばれし者なんじゃね？フィグ先生見えねえんだ。なんかこっちにも映ってる感じになるな。なんだここ。君の言う床に映っている像というのはこれのことだったか。そうです、床にもまだ映ってます。でも像の向きが合ってません。フィグ先生に反応してる。先生が動いたら反射が光の方に動きました。怪しいな。うん、ルーモスを唱えてみなさい。はい、ルーモス来ました。これルーモスマキシマも一緒にさ唱えれないの。はい、行きます。はい、もう闇の魔術が迫ってきてんのよ。あいつ何年腹立つな。これでルーモスがも唱えれる。呪文を覚えました。ルーモス、呪文セットに自動で割り当てられます。三角 R2 三角、右下の場所によってルーモスってことね。はい。今度はこっちの方を向いた。すげえ、光を追いかけてるんだ。なんか光が出てる。キョタ、その生き方だったら俺先に何やるか分かんないわ。フィグ先生、この光は何なんだ。おい、動くなよ。おい、それは聞いてないじゃん。フィグ先生、俺戦えないからね。守ってよ。どうしよう。プロテゴン、お前それ知ってんのかい。見えない盾を使い出す。握手を引き寄せる魔法。ジセント、ごめん覚えてない。レビオーソ浮かせるやつ。それレビオーソじゃないの。来た、プロテゴ覚えた。勝手に
フィグ先生、あと任せます。フィグ先生任せます。フィグ先生待ちです。ちょっとどっからですか。でもお前仕掛けた、お前、あ、やばいやばい、くるくるくる、逃げるぞ、キョッター、キョッター逃げるぞ。フィグ先生、よし、フィグ先生お願いします。フィグ先生、僕はどっからやろ。くる、うわ、痛い。フィグ先生、フィグ先生痛い。フィグ先生痛い。フィグ先生痛い。めっちゃいる。フィグ先生めっちゃいますよ。プロデバ反応、プロデバ反応なきゃ。くそ。目標は進むべき方向を示します。了解しました。どっか行けってこと。守護者をひたすら倒さなきゃいけないんだろ。来い、来るなら来い、来るなら来い。いった、後ろから剣道なし。出てるタイミングね、出てるタイミングでやればいいのね。ここ、よし、来た、ナイス、いいぞ。もう出たら三角、出たら三角。プロデモ、プロデモ、オッケー。フィグ先生、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 こっち待って。攻撃魔法がないの、スティーワイ。うわぁ全然打てない。フィグ先生助けて、フィグ先生助けて、いなくなった。ルーモス今離れるんじゃないぞ。絶対離れません。はあ、フィグ先生。先生、フィグ先生、いなくなっちゃった。先生どこですか。先生、どこに向かえばいいんだろう。光の示す方へ行くってこと。なんだろう、魔法の光が案内しようとしてるみたい。いや、してるだろ、どう見てもしてるみたいじゃなくて。フィグ先生、ちょっと呪文を何もルーモスとプロテゴで攻撃魔法全然ないんですけど、インペリオとクルーシオだけ覚えさせてください。とりあえず走っていこう。行くよ、攻撃すんな急に。あ、攻撃したら、なるほどね、消えちゃうのね。え、これフィグ先生絶対死ぬじゃん。フィグ先生絶対死ぬって。そうだよね。そうだよな、きっと。調べようか。像を動かす。ルーマス。何をすんだ。え、出てきてる。まさか。レベリオ、今度は一人でやらないと。フィグ先生。なんで壊れないんだよ。ルーモス、あ、まさか、あ、ここやるしかないみたい。いや、ちゃんと光らせとかなきゃダメなんだよ、ずっと反射の向きを揃えればいいんだよね。ここに突っ立ってれば OK。 来る、あ、来る、うわ、来た。基礎呪文で倒すの。プロテゴ、プロテゴ、プロテゴ、よし、ゆっくりでいい、キョタゆっくりでいいぞ。来たら、来たらプロデゴ、来たらプロデゴ、来たらプロデゴな。キョタ来たらプロデゴだ。後ろ来るぞ、プロデゴ、プロデゴ、クソ、なんでルーモスやった。いいぞ、ナイス。これ終わり、簡単じゃねえか。フィグ先生、フィグ先生、なんか時間かかりすぎじゃない。こっちもう簡単に倒せましたよ、フィグ先生。え、プロデゴの呪文成功したと三角を押したままにすると、スティオピファイ、スティオピファイ、来た。麻痺効くんだね。これ動かしてる像は誰な。ねえ、誰が操作してんの。マクゴナガル先生がさ、死の秘宝の時に私これ一度やってみたかったのよねって言ってる時のあの像に似てるんだけど。まあいい、スティプファーやればいいんだろ。近い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 、意外と時間がないのよ。スティプファーやりたい、ルーモス、こいつじゃないけどな。いや、ルーモスやっちゃう。これ R2 と三角一緒に押しちゃうからさ。よし、いや、ルーモスやっちゃう、ルーモスやっちゃうな。スティーブファイ、いいぞ、キョタ頑張れ。よし、スティーブファイ、もう一回、もう挟まれまくって、うわー、ルーモスじゃない、ルーモスじゃないの。死ぬ、うわ、危ない、常に三角、いいぞ、スティービーファイ、多くない、あぶれ、スティービーファイ、そっちじゃないだろ多分。うわー、プロデゴ、早く死ねよ、早く、うわー、プロデゴ、
フィグ先生恨みますからね。はぁ、フィグ先生、これまさか急ぎの試験とかじゃないっすよね。ルーマスどこ、どっち。さっきさ、戦ってる時さ、あれないか、なんか箱みたいなの見えた気がした。やっぱりな、あったよな。また金か。ルーマス。くそ、とりあえず光の方に行くしかない。いや、これ絶対先生死んでると思う。フィグ先生、 R3 を押してダッシュ。あ、さらに走れんの。フィグ先生、またこの形だ。何ここ、フィグ先生を見つける。もう絶対囚われてるって。また怪しいエリア来た。何ここ、生と死の境目みたいな。なあ、ごめんなさいね、私ハリーポッター、もうさすがに映画終わって10何年経ってるから全然ネタバレの話とかしちゃうんですけど、これちょっとさ、不死鳥の騎士の最後の戦ってるところの生と死の狭間の扉みたいに見えるんだけど、あのシリウスブラックが。あ、悲しくなってくるからやめよう。これ言っていいのかな、フィグ先生ここにはいないでしょ絶対に。ちょ、ダッシュできるんだって。あ、ダッシュジャンプできるじゃん。あ、ラッキーラッキー。これ金、あ、全部ちょっと金奪ってこうぜ、もらえるもんは。ウッキウキだなお前。おい、いるか、フィグ先生。フィグ先生、そうだ、いやはや無事でよかった。どこにいる。こっちはなんとか金庫前の部屋に戻った。ここの方に聞こえるんだけどな。開け方がわかりません。方法があるはずだ。私はこっちを調べて。でもポサはこれだよね。これ何。おい、今日ってお前何でもかんでも取んなよ。あ、取った、幸運の水かな。フィグ先生めっちゃ元気じゃん。ここは一体なんだ。フィグ先生こっち頑張ったんだよ。でもこれがありました、水盆に。それは水盆ではない、ペンシーブ、記憶を見るものだ。憂いの古いじゃない。もしや、自分のことを見直したり人の記憶を見る。そうっぽくない。うわ、すげえ。真似しなさい。顔突っ込むなよ。うわ、すごい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 、まんまじゃん。誰だ、ダンブルドア・ボンドキーみたいなやつ。でもダンブルドアまだいないもんな、この時代多分。ここ作ってるのか。終わったぞ。チャールズ・ルクッド。は隠したが、我々が作った道がどうなるか。大丈夫、心配ない。古代魔術の痕跡を見られる者が必ず見つけてくれる。それがキョッターなんだ。ああ、しばる、見えないものが見えるだけではダメなんだ。この道を歩む者には大きな秘密が託される。血眼になって狙う者がいてもおかしくない知識なんだぞ。おお。分かってる。私たちが用意したこの試練を乗り越えられる魔法使いなら問題ないはずだ。その知識と責任を任せられる。できることはしたが。知識と責任。ああ、それでここに残したってこと。もしかしてこれか、君に見える光。そうだわ。そうですね。驚いた。魔法が見えてる。いや、これは古代魔術の痕跡だよ。ミリアムはずっと存在を信じていたが、一度も。ミリアムも多分ジョージも何百年も眠っていた知識のために死んだのだろう。君はおそらく
その理由を解き明かす鍵だ。私は部屋の様子が随分違います、ね、こっちもキーになってんだな。誰か来るぞ。何者だ。あ、ランロク。あれさっきランロクってさ名前あったよな。あ、悪そう。やはりそうだ。もう悪そうだもん。ランロク。ほう、俺のことを知っているのか。誰もラッカムの金庫を訪れないのではと思っていたぞ。一体なぜここに。あ、やろうとしてる。あ、一応持ってる、キョッターも。その必要はない。ただここで見つけたものを全てよこせ。そうすれば見逃してやる。ですが鍵はこの方たちが。言葉には気をつけた方がいいぞ。あの、そういう指示ですから。いいぞ。12番金庫の指示は非常に。そうだそうだ、お前殺されんなよお前。あの、お願いします。鍵の持ち主しか入れてはいけないのです。あなたは違う。ああ、頑張った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 。お前は頑張った。もう帰っていいぞ、逃げたほうがいい。気をつけろと言っただろう。はあ、でどこまで話した。お前には何も私はしない。そうか、お前が連れている若いのは役に立ちそうだな。キョタ、おーよ、争ってますね。いいね。あー強いな。もう姿くらまししたほうが。なんだなんだなんだ、なんじゃこいつ。こいつは無理よ。やれやれ、もう誰が出したかわかんないけどやれ。あの作った二人の守り神として出てきてんのかな。フィグ先生、あ、フィグ先生、咳出てる。フィグ先生大丈夫。なにフィグ先生、何してんの。何の時間。フィグ先生、フィグ先生見えてない。フィグ先生戦おうとしてる。フィグ先生早く。なんでちょっとやろうとした。どこに来た。怪我はないか。うん、はい。フィグ先生は。あんなに強いゴブリンは初めてだ。奴は魔法をかけてもびくともしなかった。まだそんなやり合ってなかったけどね。今度はどこですか。信じられん。あのペンシーブにロケット、そしてその両方へ続く道。君のようなものを探していたようだ。あれ、来たまえ。組み分けの儀式が待っている。今の音楽、死ぬ時はね。うわー、ちょっと待って。ホグワーツレガシー、ケンちゃんの石の時はね、ここの海の部分をねボートで行ったんだよな。最初だけあったあった。みんなちっちゃかったんだよな。かわいいんだよ。始まったぜ。でもホグワーツ特急は今のじゃなかったね。色がちょっと違うもんな。真っ赤だったね今。うわ、来た。ここで友達作って恋もして、で闇の魔術に対抗して古代魔術も調べるんだ。組み分けに間に合ったようだ。服には詳しくないが、その方がらしく見える。あ、モテそうだな、きっとな。でも恋メインにしたいな。さて、すぐにでもロケットを調べたいが、まずは魔法省に連絡。魔法省の大臣、普通のやつかな。状況の死を伝え、乱毒への注意を促そう。そうだ、とりあえず今夜のことは秘密にしておいてくれ。え、私と君の。あんな頑張ったのに。キョッター自慢した方がいいって。
組み分けに出よう。うわーすごい、組み分けしてる。誰だ、何の先生だこの人は。フィニアス・ナイジェラス・ブラック。ふん、この学校の校長だよ。ブラック家だ。フィグ、ずいぶん遅かったな。組み分けの儀式は終わったぞ。終わっちゃったの。少々事情。事情だと？どうやらゴブリンたちが。やめてくれ。ゴブリンだと？ヨタ話に付き合っている暇はない。さすがの私も我慢の限界だ。運が良ければ今夜中に君の組み分けができるかもな。終わったのに。また連絡する。フィグ先生、優しい先生だったな。運が良ければってことはできる。うわー、この広間たまんねー。最高だな。あ、同じメガネ。ウィーズリー先生、もう一人組み分けを頼む。運が良ければって言われに普通にやってくれんだな。ようこそ、間に合ってよかったよ。かけなさい。ウィーズリー先生。始まる。え、これマジ？これマジで？組み分けやんの？え？おや、なるほど。他の生徒より少し年上だね。5年生ですね。君は期待を胸に抱いてここへ来ているな。希望しているもの、予想しているものがある。早く授業を受けたい、早く探検したい。あー、これもしかして心理テスト MBTI みたいな感じで決められるってことなのかな。マジかよ。ホグワーツや城の外の世界をたくさん探検して回りたいな。な、いかにも冒険心を持つことで手に入れられるものは多い。だが君の先生たちも多くの知識を授けてくれるだろう。授業も受けたいんだけど。はてさて。もう決まるわけないよね。君の中には何かが感じられる。何らかの感覚。これは何か。勇気、好奇心、忠誠心。うーわ、ははー、まあこれが4つがグリフィンドールとハッフルパフとレイヴンクロー、そしてスリザリンとかになってるってことなんだろうな。そういうことも、野心とかもう絶対にスリザリンだもんね。そういうことよね。まあグリフィンドールでもいいんだけど、まあ正直何でもいいっちゃ何でもいいんだよな。こっちもハリー・キョッターとしてね、後々にハリー・ポッターっていうマネっ子の存在が出てくるわけで、同じメガネかけた。キョッター、その顔なんなん？その口と。マヤシン、スリザリン。まあ別に、そっちの道に進む気ないしな。ちょっと一旦普通に勇気でグリフィンドールになるかやってみていい？これ何択かがあんのかな、この後にも。冒険心？まあ、いろんなものを怖がらない度胸はあるかも。まあ、素直に答えんだったらそうよね。おや、飛び抜けて果敢な勇気の持ち主だ。大胆不敵、未知なるものに屈しない人間。必要ならば一人でも前へ進む。うん、グリフィンドールがいいかもしれん。まさか来るか。そんな感じ。グリフィンドールとかないの。ショワン、グリフィンドール。あ、そんな感じなんだ。なんかその流れがあってさ、俺もさ、スリザリンはダメ、スリザリンはやめて、スリザリンは嫌だみたいなさ、あのくだりやりたかったんだけど、スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だみたいな、あそこ吹き替えだとそんな言い方してなかったけど、なんかシュワーンって出てグリフィン、待って、別の量選ぶってできるんだけど。え、ハッフルパフ、レイヴンクロー、スリザリン、何でも選べる、自由選択型。この時のホグワーツ学校は自由選択型なのかな。じゃあ組み分けもいらねえだろう。
いやーまあ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 、まあ、極悪になる気はねえけど、俺クソ魔法使いになってやりてえかんな。ホグワーツ史上一番のクソ魔法使いになってやるよ。ハフルパフでな。今晩の到着が遅れた理由は友への忠誠だ。決定。ならばハッフルパフ。やったー、ハッフルパフだ。見た目はハッフルパフだよな、どう見ても。ふぅ、セドリック・ディゴリーたちでした。同じ目がないか。お前らとは慣れ合わねえからな。そうだ、最後にもう一つ。先日の春の決勝戦で負傷者が出たため、今年はクィディッチのシーズンを中止とする。え、最年少シーカーやりたかったのに。気は済んだかね。何も飛ぶのを禁止するわけではないよ。まあ諸君次第だがな。学校とは将来に備え学ぶための場だ。授業が始まる前にやることが山ほどあるはずだぞ。あ、ここら辺の生徒たちっていうのはさ、明日授業が始まるまでにやるべきことを済ませておきたまえ。ドラコとかさ、ロナルド・ウィーズリーとかハーマイオニー・グレンジャーみたいなやつらはいんのかな。ハビーズリー先生、私はウィーズリー先生、新入生を談話室に案内したまえ。かしこまりました。談話室行けんだ。改めましてウィーズリーよ、よろしくね。はじめまして。ようこそ、はじめまして。ハリー・キョッターです。こう見えて副校長でね、今から寮の談話室に案内するよ。ついておいで。入学の手続きの手紙くれた人だよね。あ、楽しそうだな。ハリー・キョッター、始まるぞ俺らの学校生活が。5年生から入学するなんて異例だ。大変だろうけど、あんたならきっと大丈夫だよ。ありがとう。そうでしょうか。さあ、ここがハッフルパフの談話室。俺知らねえ、見たことないんだけど。そう考えたらここですか。グリフィンドールはわかるけどさ、やり方は教えてあげるけど、やっては見せないよ。実は間違えてノックすると巣をかけられるんだ。嫌だろ。そうなんだ。樽を叩くのさ、2列目の真ん中にある下から2つ目の樽を、ヘルガハッフルパフって。ヘルガハッフルパフね。え、キョッタ。キョッタ、キョッタ恥ずかしい。あ、言うわけじゃないんだ。なんだその表情。やるね。さあ入って休みなさい。明日からいろいろ忙しいよ。朝迎えに来る。最初の授業に連れて行くよ。ありがとうございます。どうも。ホグワーツ最初の夜を楽しむといい。お休み。お休みぐらい言え、キョッタ。何もお前先生のお休みしかとしてんだ。夜の時間ねえのかい。もう朝かい。え、これ仲間たちはどうなるんだろう。ハッフルパフの仲なんて俺知らねえからさ。すげえ。今行っちゃったみたい。談話室に行ってみよう。もうみんな行っちゃったの。ねえ、5年生から入ってきたからってみんななんか気まずい感じにしてない。起きた瞬間にみんなでちょっとさ、ドッキリとか仕掛けといてよ。おい、この誰のか分かんないの。ロムラってキョッタ。勝手にキョッタ余計なことすんなよ。食べるなって信号と。一回じゃあ行ってみる。あ、この左下のマップの点々の方に行けばいいってことなのかな。おお、いるな。はじめまして。何にも話してくんねえんだな。分かったよ、こっちだって習う気ねえよ。うわ、すげえ。うわ、でもハフルパフ、うわ、こんな感じなんだね。これ寮によって多分違うんだよな。グリフィンドールはもうシェーマスとかさ、リーンとかみんながいたところってことだもんね。これあー、なんか噂されてる。なんか思ってんのと違う音だったな。ったの談話室を見つける。一旦行ってみるか。ここだ。例の新入生って言われてる。学校に通うには遅すぎやしないか。遅すぎなんてねえんで。おい、もう話しかけんなら話しかけてこいよ。えレノーラ・エバーリー、もしかしてこれいるのか。
おなじみのメンバーみたいになる、一緒に戦う生徒たちが。あら、どうも。こんにちは。やけに威厳がある子よね。君の袋？誰のかわからないの。きっとハッフルパフ生の子よ。フクロウは自分の友達を選ぶから。待って、あなた、あの新しい5年生よね。すごく派手な入場だった。そんなはずだったか。注目を浴びたいなんて想像つかないわ。しかもどれだけの知識があるか、みんな知りたがってる。へえ。心配してない。心配してない。僕は大丈夫。とにかく、珍しいのよ。そうね。ひどく場違いに感じてるでしょうね。ハッフルパフは、あなたも勤勉なハッフルパフ生として、とにかく寛容なイメージだけどな。自分の実力を示せると思うわ。知ってるでしょうけど、私も勤勉よ。でもレイブンクロー生であるべきだって思う時がある。頭は切れる方なの。少なくともみんなにそう言われてきたわ。ちょっとグレンジャーっぽい感じなのかな。レノーラ・エバーリーよ。引き止めちゃダメよね。忙しいだろうし。ハキハキした子だ。あえてよかった。自分にはレイブンクローがふさわしいって。ああ、そういうことね。これあえてよかっただったらもう一回話が終わるってこと？レイブンクローが良かったって思ってるの？兄たちがそうだったの。今は二人とも魔法省で働いてる。知性は遺伝かもしれないわね。おばはグリフィンドール生だったけど、私と共通点がいっぱいあるの。意志の強さに勇気、大胆さも。組み分け防止には選択肢がいっぱいよね。自分で決めたけどね、結局こっち。あ、これであえてよかったか。レノーラ、あえてよかった。レノーラね、それじゃあね。じゃあね。あ、こういう風に、あ、待って待って、アーサーとアデレード、アデレードっていうやつらがいるんだ。これが、もしかして、え、何？あ、いるんだ、嘆きのマートルみたいなやつが。そういうことなんだ。あ、いる。こんにちは。この子がアデレード・オークス。なんだかおじさんらしくない。何か変。なんかもう事件が起きてんのか。おう、こんにちは。こんにちは。ハッフルパフの新入生。私はアデレード、よろしく。こちらこそよろしくね。どうかしたの？なんかキョッタちょっと声が機械音なんだよな。ちょっと考え事してて、おじさんからの手紙なんだ。ところで、いろんな噂を聞いてるんだけど、え、あなたドラゴンに食べられそうになったって本当なの？もう広まってんの？そうだよ。その通りだよ。秘密にする気ゼロ。怖いわね。でも無事にたどり着けてよかった。それはそうと、やることがいっぱいあるんでしょ。素敵な初日を過ごしてね。ちょっと一応おじさんの式とっか。あなたのおじさん本当に大丈夫なの？ああ、うん、おじさんは仕事で旅してるから、きっと急いで書いたんだと思う。心配ない。ああ、なんかありそうだな、おじさんに関するお話も。ありがとう、アデレード。また話そう。うん、頑張ってね。アデレードね。もうさっきのやつの名前忘れたわ。で、アーサー、何やってんだ？大丈夫。よしよし、怖がらなくていいよ。アーサー、アーサー・プラムリー。あれ、待って、もうもしかしてメガネじゃね？手が届かないよ。ほら、あっち行ったぞ。捕まえられるといいね。生徒だって迷うんだから、猫も迷うよね。そのうちちゃんと道を覚えられるよ。最初はちょっと驚くと思うけど、僕は今でもたまに迷うんだ。怖いな、ちょっとアーサー。ハッフルパフへようこそ。この寮に来てくれて嬉しいよ。僕はアーサーだ。似てる似てる、なんか。はじめまして。今のは君の。なんか似ちゃってるって二人。1年生の誰かのだと思う。残念だけど、僕のペットはいないんだ。母さんがあまり好きじゃないから。特に魔法生物はね。あ、そうなんだ。いないのか。残念だね、魔法生物は素晴らしいのに、お母さんと意見が合いそう。お母さんの言う通りだよ。魔法動物は厄介だから。うん、そうかな。こっちが心を開けば向こうも開いてくれる。慣れるのに少し時間がかかるだけさ。慣れるだけ慣れといた方がいいよ。じゃないと動物学の授業で苦労する。とにかく、ソリが合わないし、お前よく喋るな。伝えられたか見に行かないと。初日に遅れたらかわいそうだ。わかった。公務員のペットを飼ったこと。ペットを飼ったことはある、ね。話を引き伸ばそうとしてる。うちは母さんはマグルでね。昔、あ、マグルなんだ。スキンを連れて帰ってきたら、鼻に舌を突っ込まれて店に突き返したんだ。ノーマジなんだな。マグルっていうのは、まあ、魔法を使えない。まあ、普通の人間だね。マグルっていうのは。じゃあ、今後祈ってるでいいか。会えてよかったよ。猫が見つかるといいね。ありがとう。城の中で迷子にならないようにね。
これで話したから新しいハッフルパフ生は起きてる。ウィーズリー先生が談話室の外で、まあちょっといろいろ見たいところもあるんだけど、お前すぐ食うなそのリンゴ。ちょっと行っちゃうかガンガン。あ、来た。おはよう。ホグワーツ初日を迎える準備はいいかい？この日をずっと夢見てました。ここで学べるなんて。ちゃんとここにいる。有意義な時間にするんだよ。ホグワーツの初日は一度きりなんだ。優しい先生だな。5年生として入学した特殊な状況について言えば、同級生に追いつき取り残されないようにすることが必要になる。それにだ、年度末には袋を受けないといけないから、ね、出た普通魔法レベル試験。袋？普通魔法レベル試験だよ。その結果によって卒業後のキャリアが決まるんだ。校長先生と魔法省の魔法教育部の間で議論が重ねられた結果、生徒の成功に役立つものを考案したのさ。よかったこのウィーズリー先生、アンブリッジみたいな嫌なやつじゃなくて。どうぞ。エッチエロ本。すごい来た。これはもういろいろなんか書いてんの？もうスーって体に入ってこねえかな魔法とか。半純潔のプリンスが書いた本なのか。魔法使いのフィールドガイドさ。フィールドガイド。学んだことを振り返るのに使えば、5年生で身につけるべき全ての役に立つよ。とても便利な道具さ。最大限に活用することを勧めるよ。ありがとう。何から何まで。ありがとう言え、キョッタ。ありがとうございます。あ、言ったな、偉いな。学んだことを記録するってどういうことですか？実際に見れば疑問に対する答えが見つかるかもね。まあガンガン使ってけ、今もうずっとしばらくは多分チュートリアルの時間なんだよな。移動してみよう。ウィーズリー先生についてく。ルーモス、ルーモス見て先生、ルーモスできるんですよ。見てこっちだよ。レベリオ、レベリオ。宝箱が出た。先生ちょっと待って、宝箱出たから。魔法練習する機会を与えてくれる。それと急に走んないで、小走りやめて。知識もね、私が生徒だった頃にフィールドガイドみたいなものが欲しかったよ。誰かの金。あ、動く階段ではないんだね。に対応できるよう訓練してくれる。ついておいで。はい先生。ルーモス、レベリオ、レベリオ、ルーモス、ルーモス、レベリオをかけてごらん。そうすればガイドの内容が分かる。オール無視やめなさい。レベリオ、レベリオ、先生、先生止まってる。あ、こっちね、こっち調べなきゃいけないのね。すみません、先走っちゃいました。レベリオ、フィールドガイドのページ。食べるなって何でもすぐ。ヘルガーハッフルパフ本人が編み出したレシピも入っているという噂もある。あ、そうなんだよね。このヘルガーハッフルパフ、ハッフルパフの寮の名前とグリフィンドールとあとスリザリンとレイブンクロー、全部人の名前から取られてんだよね。で、その4人が、ハッフルパフ、スリザリン、グリフィンドール、レイヴンクローっていう名前の4人の人たちが、このホグワーツ魔法魔術学校を作ったんだよね。魔術魔法学校だっけ？どっちかわからなくなっちゃったけど。フィールドが、チャレンジを、はい。なにこれ？開く？あ、もうここら辺もうわかんないのよ。もうここもう複雑だなって、もうこの見た目だけで、あ、複雑だなって思っちゃって、理解しようとしない清さんになっちゃうから。現在のチャレンジを、はい。これね。で、フィールドガイドのページ。1%？ あ、なんかロックとかがあるんだ。へぇー、あー、進めていくとアイテムをゲットできますよとかそういう感じなのかな？なかなかいいだろう。城の内外には似たような仕掛けがまだたくさんあるから、うん、見逃さないように気をつけるんだよ。ちょっとサブ要素的なのもあるよってことなのかな？レベリオ。レベリオ。すげえ。いろいろあるんだな。いいところに来た。誰？煙突飛行粉の炎で少し早く移動する方法を見せようかね。あ、煙突飛行粉。フィールドガイドに城の地図が入っているよ。開いて中央ホールを見つけておくれ。これは煙突飛行粉。これあれよな、魔法省に働いてる人たちって確かこれで移動してるんだよね。マップを開く。これか。マップ開いて、うわー 3D なマップ。大広間のエリアを選択してください。ここで、マップに戻る。右の、あ、地図の右手には天文台の塔。天文台の塔あんの？図書室、音室などの、あ、結構、これどこでも行けんの？図書室、
解除してくれました。あ、ここ行ける？移動すげえ楽。でも走って回りたいっていうのもある。はい、着いた。時間の節約になったね。この階段は中央ホールに直接つながっているよ。そうなんだ。ウィーズリー先生についていく。まあ、しばらくはこのメインクエスト通りにやっていきたいな。内のほとんどすべての場所にすぐたどり着ける。ここでは常に何かが起きてる。とても活気のある場所で、うちのキングズクロス駅みたいな。あ、キングズクロス駅。とりあえずはここまで。今日は呪文学と闇の魔術に対する防衛術の授業に出席するように。それと早くホグズミードに行って。ホグズミード。途中でなくした学用品の代わりを揃えない、ね。学用品があり、ああダイアゴン横丁じゃねえんだな。ちょっとこれから調べたいな。授業では何を学ぶんですか？想像通りの内容だよ。呪文、魔法、まじない、どれも役立つことばかり。呪いじゃなくてまじないなのか。先生の授業は楽しいはずだよ。賢くて面白い魔法使いで。ローネン先生。とても優秀だ。ちょっとなんかコミカルな感じの楽しい感じの先生なのか。ロックハートみたいな感じだったりすんのかな。あいつな感じだったら面白いけどな。じゃああとは任せたみたいな感じで捕まえとけよって言って。闇の魔術に対する防衛術について教えてください。防衛術来た。闇の魔術に対する防衛術はその名前の通り、この壁の外に潜む悪から。やっぱ悪の存在は全然いるってことなんだよね。ずっと闇の魔術に対する防衛術の専門技術は闇払いになりたい者には必要不可欠だ。幸いその件については生徒の教育担当のヘキャット先生という、ヘキャット先生ね、とても優秀な先生がいる。これヘキャット先生にずっとついていけばいろいろ襲われるんじゃないの。それこそインペリオ、クルーシオ、アバタケダブラ、ここら辺行けんじゃねえの。そういうことでもないのかな。ホグズミート。ホグズミードって言いましたか？ホグズミードはイギリスで唯一魔法使いだけの村で、様々な店やパブが揃ってる。学校で必要なものは全てホグズミードで見つけられるはずだよ。そっか、ダイアゴン横丁じゃなくてホグズミードで基本買い物することになるのか。バタービールも味わうことになるだろうね。あ、いいね。ありがとう。ありがとうございます、先生。初日からたくさん吸収しないとね。学ぶこともたくさんある。もう全てが入ってくるよ。嬉しいことに先生たちが追加の課題を用意してくれるそうだ。すぐみんなに追いつけるはずさ。さっきあんたがレベリオをうまく使ったことを考えると、フィグ先生から基礎をちゃんと教わったようだね。はい先生。彼に聞いても全然詳しく話してくれなくてね。特に恐ろしいドラゴンの襲撃の後。あー、ウィズリー先生、それ二人だけの秘密なんで。持ち物を探したり、城や足を伸ばしたりという以上に何かあったはずなんだろうけど。いや、もう何もなかったです。何もなかった。実はそうなんですよ。少し寄り道して遺跡を調べたりしました。口軽きょった。詳しくは言えませんが。口軽きょった、はい、してたの。やばい。フィング先生が詳しく話さないのには何か。フィグ先生が話さなくてもきょったは何でも話すよ。やべえ噂をすればだ。フィグ先生、ちょうど話をしてたんだよ。何もなかったよっていう話を。ないことに、どうやら新しい5年生に呪文の基礎をしっかりと教えてくれたようだ、ね、余計なこと言うな、ウィーズリー先生。ああ、残念ながらそれは私だけの手柄じゃない。どうやら類まれなる才能が。選ばれしもんだからな、うん、キョッターは。まあ、二人とも無事に到着してよかった。ホグワーツ行きのボートと馬車があるのに、わざわざドラゴンのそばを飛んでくるなんて。私がドラゴンを選ぶわけではない、うん、むしろ不運にも我々は選ばれてしまった。ああ、フィグ先生、自分も選ばれし者の中に入ろうとしてる。分かったよ。さ、私は教室に行かないと。フィグ先生、フィールドガイドの地図について詳しく説明してくれない？もちろん。丁寧だな。何でもしっかり説明してくれるな。頑張って。それとフィールドガイドを忘れずに使うんだよ。役に立つはずだから。それにあんたの様子を確認していく私にとってもこれだけは欠かせないね。はい先生。今日の両方の授業を受けた後で、うん、私の教室に来るといい。さっき話した課題について詳しく教えるから。なんかめちゃくちゃひいきしてくれてない？学用品調達でホグズミードに行かせるかもね。ウィズリー先生、すごいなんか迷惑かけてくれるのありがたいんだけどさ、二人きりの時にそういうの言ってくんないかな。他の生徒にあいつさみたいに思われちゃうから。フィグ先生、虫踏んでる？フィグ先生？
先生、会えて嬉しいです。私もだ。君が勉学に取り掛かる前にこうして顔を合わせられて嬉しい。廃墟の探索のことでウィズリー先生と話し込んでいたよ。いえ、全然大したことじゃないと思いますけど。そんな。はい先生、でもここに来たことはちゃんと秘密にしてありますな。ただ何かを隠しているのは感づいてる。感づいてるっていうか、お前が言ったんだろ、うん。ウィズリー先生は素晴らしく抜け目のない魔女だからな。詳しい話を伏せておいたのは正解だった。私たちが進む道がどこへ続いているのかはわからない、うん、もう少し柔軟な対応が必要かもしれんが、先生が学校で生活しながら、それに校長に話してしまう危険性もある。ここだけの魔法術を調べていくのか。わかりました先生。よろしい。では君に能力があるのは認めよう。だが君の持つ技能は十分な訓練を必要、うん、これで学んでいくってことが授業で。幸い君は優れた魔法使いたちの導きを得ることができる。そうだ、導きといえばまたウィズリー先生からあからさまな小言を言われる前に、私がフィールドガイドの地図にかけておいた巧妙な魔法を見せよう。魔法開いてみなさい。はい先生。先生、その足元ポントントンやるのやめてもらえますか。マップを開いて、アイコンはメインクエストを表します。メインクエスト完了するとストーリーが進んでいき、あ、経験値とか新たな機能が、はぁ、呪文やレベルの場合は、まあここら辺もとりあえずメインクエストをやっていけばいいってこと。呪文学と防衛術。ヘキャット先生、やっぱ防衛術だよな。こっち行こうぜ。地図には魔法がかけられていて道を教えてくれる。ありがとうございます。すごく助かります。今日は忙しい一日になる。授業を受け、ホグズミードに行き、学用品を買い、杖も手に入れなくては。それ一日でやんなきゃいけないかな。きっとオリバンダー老人が好き。オリバンダー職人、良き友人だ。例の不思議なロケットについて何か情報が入ったら連絡しよう。ずっと杖売ってんだ。ハリーの時代もオリバンダーなんだよね、杖をくれたのは。聞くように、この城の中で覚えた魔法はフクロウの結果以上のものを。はいはい、普通魔法レベル試験、通称フクロウね。オリバンダー、うわそうなんだ、いいな。クエスト完了。魔法のコンパス、なんかいろいろ手に入れたな。ちょ、もうとりあえず行くわ。どっち、こっちから行けんのか。すごいすごい。もういけない、いけんのかい。うわ、待って、この中庭、うわわわわわ、すごいよ。このさ、中庭とここの通り道、うわー、見る見る見る、よく見た。これそうだよね、あのロン、ロナルド・ウィーズリーことロンがマルフォイに対してナメクジの呪いかけたら魔法の杖降りてるから自分にかかっちゃうっていう、うえーってなって口からナメクジが永久に出てくる。うわー、そうだよ、あのマルフォイがグレンジャーに対して汚れた地名っていうとんでもないこと言うセリフの、うわー、すっげえ重い。にゃんこ、どうした、どうした、にゃんこ、あー、かわいいな。あ、すごい、コントローラーからぐる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 って声が聞こえる。にゃんこ元気でな。お、なんかあんぞ。あ、ここで、なるほどね、こういうところに飛んでこれるってことなのかな。いや、もうひたすら行くわ。一回闇の魔術の防衛術、こっちじゃないのか、上か。あ、でもこの生徒たちのセリフからもなんかサブクエとかもありそうだね。まあ一回メインストーリーをガンガン見ていきたいから躊躇なく進んでいくわ。うわ、面白そう。何これ、なんか目のために見られてんだけど。うわ、最高だな。ここの教室も完全再現というか、こちらが古いんだもんな、時代としては。その程度。うわ、レビオット、やるな、やはりスリザリンだ。粉々にしたいなら放課後にやることだね。生徒は毎年来るが、ヘブリディーズブラック種の頭蓋骨はこれだけなんだ。ヘキャット先生、こういう感じなんだ。1878年の大密漁者狩りの押収品なんだ。聞いたことあるだろ。ん、
気になるかい？こんな老婆が一体どうやってたった一人でウェールズ東部最大の密漁者集団を壊滅させたのかが知識さ。知識か。賢人に年齢はってなきがごとし、今日学ぶのは闇の魔法使いにやられそうになった私を数えきれないほど救ってくれた呪文レビオーソだ。レビオーソ、ただの浮遊呪文だ。レビオーソだ。レビオーソ、敵は丸腰も同然。身を守れるかいプルウェット。これは無理だろう。ハリーポッター知らない人でも聞いたことある魔法だよね、きっと。私が無言者として学んだことの一つはシンプルであることだ。戦いにおいて特に重要だよ。じゃあ早速実践しようじゃないか。少しずつやっていこう。時代が変わって言葉が変わったのか、発音の違いなのかな、そもそも。うわ、レビオーソ、ウィンガーディアムレビオーソ、これは超有名だよね。あのハーマイオニー・グレンジャーがロンに対して発音が違うわって言ってたあのシーン。あなたのはウィンガーディアムレビオーソ、ウィンガムヤブレディオーサだわーって、あのシーン好きなんだよね。もうみんなちっちゃくて可愛いのよ、わかる？ウィンガーリアムレディオーサーって言ってるロンも可愛いし、違うわ、発音が間違ってるわって言ってる、いや、グレンジャーも可愛いんだよな。その後爆発してしまうシェーマスも可愛いんだよな。いきまーす。いや、このさ、追ってくるクラウチジュニア、なんなん？レビオーサ来た。うわ、全く同じだ、この羽も。うめえじゃねえか、十分できてんな。次は少し大きいものを試そう。騎士団に入ろうぜ。でかちょっと。ハッフルパフで固まろうよ。え、一番しょ、え、俺こういうのって6番目ぐらいに並びたい人なんだけど。キョッタ、お前なんで先頭なんだよ。まずは基礎呪文から始めるよ。はい、基礎呪文。人形が呪文を跳ね返しただろう。見てませんでした。今度は先にレビオスをかけてから基礎呪文を唱えるんだ。はい、よく覚えておくこと。今日疲れた敵は弱い。先ほどプルウェットが芸術的に実践した通りにね。はい、いきます。レビオーソ、よろしい。はい、次は基礎呪文。こういうのしっかり学ばなきゃいけないからな。で、ここで基礎呪文やるんですね。よくやったね。飲み込みが早い、5年生だから。よろしい、決闘に勝る練習方法はないから。決闘すんの？まずはそこの2人、両者一にスリザリンか。ホグワーツ式の歓迎だな。やってやろうじゃねえか。決闘だな。おい、まずはおじきからだぞ。まずはおじきからだぞ。おい、分かってんのか。おじきからだかんな。そして杖を構えておじきで。なんだこいつ。おめえやんのか。ボコボコ、これ何してんの？ボコボコじゃねえか、ボコボコじゃねえか、ボコボコじゃねえか。レビオ、レビオソ同士やめろ、レビオソ同士やめろ、レビオソ同士の戦いやめろ。ありがとう。なるほど。あ、これでプロテコで返せるってことね。で、レビオーソして、はいはい、簡単だな。ボコボコ。ちょっと、キョッタ止めてあげたんだね。キョッタもう終わってるわ。キョッタ、キョッタ打ち続けんだよね。初心者にしてはやるな。負けてなかったぞ。お前が負けてたぞ。慣れない笑顔。キョッタの慣れない笑顔好き。困らせたのによく乗り越えてみせたね。ハッフルパフに勝て。50点ください。ありがとうございます。いい実践の機会になりました。今日の出来をそのまま信じてもいいなら、あんたは大いに期待できるね。私は生徒に完璧を求める。え、全員その素質がある。だから絶対にできなきゃならない。闇の魔法使い、いや、
ゴブリンの方が現実的か、そういった敵と戦うのは教室での決闘とは全くわけが違うんだよ。はい、わかりました先生。すごい大人の対応。つけて練習することだよ。ミスターサローならいいアイデアがある。ミスターサローってやつもいるんだね。とにかく今日はよくやった。近いうちに追加の課題を渡すよ、はい、ヘケット先生。さて一日の内容、これでセバスチャンと話すってある。ここまで。あ、こいつかスリザリン。よくやった。あ、こいつがサローか、ミスターサロー。楽しかったね。すごい決闘だったな。みんなの噂の的になるぞ。意外といいやつだな。確かにいい練習だった。練習台としてはな。達人と決闘してるような気分だったぜ。僕はセバスチャンサローだ。新入生がこんなに杖を使えるとは思う。なんかいいやつじゃない普通に。もしかして決闘は初めてじゃなかったのか。決闘は初めて。そうだよ。まあ決闘、まあ言っちゃえばな、お前なんかよりはるかに強い謎の像と戦っちゃってっかんな。まあでも嘘ついちゃおうかな、初めてって。うん、初めてだよ。コツをつかむ。全部初めてやった。とぼけるのは勝手だが、僕はバカじゃない。魔法には意志と才能が必要だ。そうだな、ちょっとバレてたな。君なら特別な決闘組織に向いてるかもしれない。え、非公式のだけど。騎士団？面白そう。面白そう。仲間に入れて。早っ。よし、そう来ると思ってたよ。ホグワーツでの生活を思い切り楽しみたいなら、たまにはルールを曲げることも覚えた方がいい。秘密の決闘クラブに参加したり、え、図書館の禁書の棚に忍び込んだりとかな。透明マントとかもあんの、これ。賢さが求められることになるぞ。ありがとうセバスチャン、忘れないようにする。話せて楽しかったぜ。すぐにまた会えるかもな。お前スリザリンだとは思えないぐらいいいやつだな。されてない場所で。今日の強さがただの運か実力か見せてくれよ。時計台の入り口近くでルーカン・ブラトルビーを探せ。興味があればな。これがサブになるのかな。じゃあまたな。うん。あ、これでクエスト完了したんだ。面白いな。レベリオ。もうすぐレベリオやっちゃうな。で、トロフィー獲得。ちょっと呪文学のそのまま言っていい？楽しい。これはいっぱいやっちゃうわ。意外と教室の中とかも知らないところ多いな。こっちからぐるって回っていけばいいのか？これ、どこだ教室？もう階段のせいでよくわかんねえな、場所が。こっちにいるのか？ここ？これか？まだ上っぽいぞ！写真撮られなかった今！レベリオ今写真撮んなかった誰か。ちょっともうここつけといていいでしょ。嘆きのマートラーいないのかな。どこだ。あ、まだ上かい。なんかもう誰か嘆いてんな。嘆きのマートラーじゃねえやつが嘆いてたな。とりあえず今メインクエストやりてんだよこっちは。ここじゃない、ここか、これか。これは、どこに行くの俺。これまだトイレ来ちゃったマートルいるかい秘密の部屋あるのか。誰かの服ゲットしたまだこっちかまだ上だ全然上じゃねえか。でもこれってさ、これでいけるってことなのかな、そもそも。あ、サブクエストに挑戦できるようになりました、ありがとうございます。ちょっと今ここまで走ってきちゃったから行くけど、で、ここか、始めよう。で、ローネン先生、いや、いろんな先生まだ覚えられないけど、やっていくと覚えてくんだろうな。ここで呪文学勉強か。ねえ、こっち。夏愛おない、後ろの席が空いてるよ。夏愛おない、ありがとう。どう、グリフィンドールか。私はナティ。ナティ、噂の新入生だね。ローネン先生にはもう会った？優しそうだなみんな初めてもいいか5学年の呪文学へようこそ。今年は呪文学を学ぶ上で大事な1年になるぞ。だが私は信じている。君たちが熱い情熱を持って試練に臨み、それに打ち勝ってくれることを。いいなあ、なんかこの先生スラグ本っぽさがあるな。517ページを開いてくれた。517ページ。授業の前にこの教室にいる者の中で変色呪文と成長促進呪文の違いについて答えられる。グレンジャーだったら答えるんじゃない？どうだね。誰もいない。キョッターの表情面白いな。おったったった。残念だが。キョッター、お前。何ずるしようとしてる。握手をされてる。
夏休みの間にひどい目にあったと見える。どうやら友達同士で忘却自慢の練習をやりすぎたかな。オブリビエートだ。全然受けてない。初歩的な呼び寄せ。ローレン先生全然受けてないよ。うん？アクシオも誰もできないのかい。これは由々しき事態だな。必要だな。諸君。お前ら誰もアクシオできないのかよ。立ってくれたまえ。ではこの教科書を君たちが思っているように血の通わない物体とみなそう、はいはい、それを交代で相手の手元から呼び寄せてみたまえ。いいねいいねいいね。使うのは各ペア一冊だぞミスデール、よろしいかね。なんでここの授業を学んでる生徒ちょっとズルすんだよ全員。また初回、また最初にやるの。あ、みんな同時か。うわ来た、アクシオ。うわアクシオだ。これいいよね、渡す気。なんか名前が好き、アクシオ。はい、このクラウチ順位はやめて。そしてキョタ才能がありすぎてすぐ覚えとく。ガンガンアクシオ、うまい、ブラボー。なかなかだね。なかなかできんのかい。じゃあ飲み込みが早いな。才能を感じるだろう。だが練習なくして才能は目覚めん。練習だ。ミス・オノイと肩を並べられるぞ。何、このナーティーも相当うまいのか。よし諸君、そこまで。ローネン先生のコレクションに入ってるのかな。どうやらみんな基本は身についているようだし。何もしてないよ、そこまでって。天気だ。せっかくだから少しばかり外に出てみようじゃないか。え、新鮮な空気はいいものだぞ。ついてきたまえ。はい先生、外行くんだ。やったぜ。ほうき乗れねえのかな。勝手に乗ってマグオナガル先生みたいに才能を見出してく。すごーい。ピンク頭が目立つ。が上達への何よりの近道だ。クリッチをやっている諸君ならわかるだろう。さて、呼び寄せ呪文の力を試すのにもスポーツの要素を取り入れてはどうだろうか。最高なあ先生、最高っすね。スポーツ要素入れるってやっぱりスポーツが俺一番好きだから、こんな10、20、30、50。あ、わかった。一番手は新入生の。アクシオで引き寄せるんだ。さあ、また一番手だ。俺こういうの6番目ぐらいにやりたいのに。引き寄せるんだ、50点のところとかに。何かなんだよ。呼び寄せ呪文、アクシオはターゲット近くに引き寄せます。ギリギリのタイミングで呪文を解くんだ。はい、アクシオ。ゴブストーンの。そう。簡単だぜ。これでちょうどよく話せばいいってことね。おい見てるかお前ら、おい貴様ら見てるか。こっちは悪党になりたいわけじゃない。お前らに今実力を見せてんだ。5年生だぞこっちは。いやお前らも5年生なのか。覚えておけ、ハッフルパフのハリー・キョッターだ。アクシオ止まれ。笑うな。アクシオ素晴らしい。ふんだろ、これで100点なのか。素晴らしい、ハッフルパフに勝てやった。50点ください。しかし、であるからには実際に競ってみんとな。100点稼いでやったぜ。ミスオナイ、ちょっとばかしこの新入生を揉んでやってくれんか。待って、ナティ最強説ない？これナティめちゃくちゃ優秀なの、もしかして。君は前回と同じく青、それからミスオナイは赤だ。いいね。よいしょ。はい先生。引き寄せられる。俺が産まない。ざっとこんなもんだよ。おい、やってやろうじゃねえか。ハリーのターン、ちょっとキョッターのターンにしてもらえます。ハリーのターンだとそれとポッターだと思われちゃうんで。どれからやるく、あれだな、行くか。よし、みんなが見てるけど緊張しないようにね。うまくやれてるよ。うるせえよ、優しさ見せてんじゃねえよ。アクション。ストップ。ああ気にしない、見てなさい。ミスれよ、おいミスれ、ミスれ、落とせ。お前うますぎだろ。うん、お前うますぎ。ハリーのターンやめろ。ポッターだと思われるから。アクション。
いられよそんな情け。一個だけ30とか。うるさいな。拍手こっちにはしねえくせに。おい、笑ってんじゃねえぞ。ハッフルパフ、お前何リンゴ食ってんだよ。ここ一番ギリギリなの俺です先生。いいぞ。一番ギリギリなの俺ですローネン先生。ください、ハッフルパフに勝てん。でもさっき50点もらってっからな。もう100点もらってんだよな。もう少し面白くしてみようかね諸君。え、まだやれんのこの面白ゲーム。ローネン先生最高に楽しいじゃん。面白いは通り越してこれじゃ難しすぎね。へえ、俺は面白いと思うけど。同感。同感すんな。今は慎んで集中しないと難しいぞ。よし、勝敗が決するぞ。お前からだな。行くよ。ぶつかれ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 。よし、いいぞいいぞ。よし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 、ミスってるあいつ。ざっとこんなもんだよ。よし、来てる。どの時だ。あっちの弾がいいな。握手を。もう一回ちょっと寄せないから、50連だよ、もちろん。よし、あいつ30だ、ずっと30だ、あいつずっと30だ。 OK、 行こう。こっちがいい。来た、握手を。シャー、見たかな、ティエ。これが俺の実力じゃ。やるだろ。ここに常にいる。あ、弾ぶつかってる。もう俺の勝ちじゃない？違う、あ、そっか、俺1個、いや1個低いから大丈夫だ。確実に30でいい。キョッタ、キョッタ30でいいぞ。よし、キョッタ30でいいぞ。キョッタ30でよしよしよし。はい、勝ち。お前の負け。二人ともすごいぞ、筋がいい。でもナティはずっと優しかったな。優しさなんて必要なのかな。俺は今後一人で生きていくのに。授業は終わりだ、忘れ物をするな。はい、楽しい授業、楽しかったな。いい試合だったね。どうやら君を甘く見てたみたいだよ。こっちは何週間もかけて握手を学んだのに。あ、そうなの、俺今日初めて。ここに来たばかりの頃は何をするにもしばらくかかったな。でもちゃんと馴染めるから大丈夫、本当だよ。いや、一人大丈夫。ありがとう、でも一人で大丈夫。自信があるみたいだね。4年生になる直前にワガドゥから転校してきたんだ。ワガドゥ？母さんがここで占い学を教えることになって、それからあっという間にウガンダを離れて世界の裏側にある新しい国で新しい学校に通うことになった。キョッタ、何お前眠そうにしてんだ。キョッタ、お前やめろ。ねえ、その話長くなるみたいな感じやめろ。ワガドゥ、ワガドゥ、ワガドゥにそんなに興味ないな。でも聞いとこ。ワガドゥはホグワーツより大きいの？ワガドゥ魔法学校は世界最大の魔法学校なんだよ。そうなの？だから、うん、ホグワーツより大きい。俺ホグワーツが世界最大かと思ってた。なかったし大変だとも思わなかった。落ち着ける場所だった。ワガドゥにも行くのかな。魔法学校たちでさ、交流みたいな、炎のゴブレットみたいな感じになんないかな。俺ハリーポッターの映画、確かにアズカバンが一番人気だし面白いって言われてるのは分かるんだけど、俺一番好きなの炎のゴブレットなんだよね。なんか映画としても、まあセドリックの剣があったり、その後のね、ちょっと、あ、いよいよ始まるんだ感もあったりっていうのも、何よりね、ちょっとこれ全然別に俺のすぐ恋愛のが出ちゃうんだけど、もうハーマイオニー・グレンジャーのあの恋愛の、あのダンスのところのロンにかける言葉、次から私を最初に誘いなさいよっていう、最後にするんじゃないよっていう、あそこちょっと食ってくるんだよ、可愛いんだよな。ごめん、わかんない人は見て。ワガドゥもホグワーツみたいな城なの？ワガドゥは月の山脈っていうところにあるんだ、うん、城っていうよりは山の斜面に掘られた建造物って感じだね。ほうほう。初めて行った時のこと覚えてるよ。最初は霧が濃くてほとんど何も見えなかったんだ。うん。それが目の前で急に姿を現したの。うん。まるで巨大な学校が空中に浮いてるみたいだった。キョタ、俺らちょっと急に興味なくしすぎだろ。
魔法、いや魔法は一緒じゃないさすがに。変な質問だけど、魔法って我がどの。いやこれは一緒だろ。大体ね。そうよね。でもここに来た時、杖の使い方を勉強しなきゃならなかった。我がドゥではほとんど誰も使わないんだ。あ、そうなんだ。え、すごくない？信じられないよね。杖なしで呪文が使えるの？手で？まあね。杖なし魔法はもっと本能的だと思う。もちろん杖がない時に便利だっていうことも。絶対便利でしょそれ。でも正直言うと、だんだん杖を使うのも好きになってきたんだ。なんだかドラマチックな感じがして。でも杖があってもなくても使えるっていうのが一番だと思うな。え、そうなん、ワードの知識なんて俺全部なんもなかったわ。他の学校のこと聞けてよかったね。聞いてくれてありがとう。ワードのことは恋しいけど、ホグワーツに来れてよかったよ。そうか、いいやつだな。あ、ローネン先生が話したがってるみたい。ナティ、待たせない方がいいよ。いや、お前だろ待たせた。じゃあまた。じゃあまあ、その言い方なんだお前、急にロボットみたいな。我がドゥ、いろいろこれから同士になってくんだな。我がドゥ氏に、我がドゥ、我がドゥ氏になってくんだね。なあ、我がドゥ氏、あ、ローネン先生だった。ローネン先生楽しかったよ。はっ。先生、話って何ですか？そうだ。それで初めての呪文学は期待通りだったかね。期待以上だったか。そうですね。野外で競い合うことになるとは予想してませんでしたけど。一体どんな呪文を予想していたんだね。ミスオナイほどの優れた生徒に勝つとはよくやった。褒めてくれた。ありがとうございます先生、楽しかったです。ミスオナイはいつだって手強いライバルだよ。最近は少し注意散漫のようだがね。あ、恋してんのかな。さて、課外活動の一環として君を指導するようにウィーズリー先生が教師たちに頼んでいる。課外授業としてなんだ。やっぱりもう課題を用意している。近いうち5年生として入ってきてるからいろいろ手をかけてくれてるってことなんだね。なんか今姿勢悪かったよ。姿勢悪かったですよ先生。これで、あ、またなんか経験値ゲットしたな。ルーモス、ルーモス見て、あれ、お前もしかして、こんにちは、新入生。おー出た、久しぶり。アーサーだっけ。アーサーじゃん。見てルーモス、これ見てルーモス、これアクシオ、来い、こっちに、こっちに来い。アーサー、アーサーには聞かない。ルーモスで、次やることはなんじゃ。これで一気にいけんのか。授業後のウィーズリー、ここに追跡すればいいのか。あ、一気に飛ぶっていうわけじゃなくて、この追跡を使って行ってくれるってことね。もう絶対にいらないよ、キョッタ。キョッタ、今ルーモス絶対にいらないからね。邪魔すんじゃねえぞ。こっちは選ばれし者だぞ。わ、ここの中庭が一番興奮するな、なんか。あ、来た。あ、にゃんこ、さっきと違うにゃんこだ。あ、また、コントローラーから。ぐるぐる聞こえる。じゃあな。大丈夫だよな、お前。実は悪いやつじゃないよな。ブラックとルーピン先生に追われてないよな。来た。授業後のウィーズリー。え？先生、あの部屋はどうです？おい、妖精、ドビーと同じ妖精じゃねえか。よければ手伝って。おっと、失礼しました。ディーク。あ、なんかお前も優しそうな、なんか心優しそうなやつだな。来たね。あいつは襲ってこないよな、ディークは。初めての授業はうまくいったかい？はい、先生。ヘキャット先生とローネン先生から聞いたよ。どうやらフィグ先生とどこかの廃墟とやらに寄り道したときに、はい、いろいろと教えてもらったようだね。あ、ここへ来る途中、はい、話してくれた以上にもっといろんなことがあったんだろう。違う。すいません、それは秘密なんで言えないです。フィグ先生から訓練について聞いてませんか？聞いても詳しくは話してくれないんだよ。呪文をいくつか挙げてたけど、レベリオとルーモスだったかね。はい、はい、その通りです。ストリーラーにソネットを読ませようとしてる気分だよ。なんすかそれ。とにかく例えが分かんないです。ウィズリー先生、手がかりにしていこう。あんたが早く勉強を進められるよう、教授陣には追加課題を頼んであるんだよ。あ、聞いてます聞いてます。課題ですか先生。追加の課題をやる時間はないと思います。時間ならいつでも作れるよ。知らないことだらけできっと驚くはずさ。実はもうすぐ外でローネン先生と会って最初の課題をもらうことになってる。さて
ホグズミードへ行ってもらう話だけど、来る途中でなくした学用品の代わりを手配してある。種と魔法薬のレシピ、呪文クラフトだね。種、魔法薬、呪文クラフト。オリバンダー老人が、やべ、うわ来た、オリバンダーの杖を用意してくれる。借り物の杖でうまく授業をこなしたね。ただし自分の杖を、そうなんだよな、杖がキョッタを選ぶのよ。キョッタお前が杖選ぶんじゃないぞ、杖がキョッタ選ぶんだからな。オリバンダーの店、オリバンダーがホグズミードにあるよ。ほとんどの人はダイアゴン横丁にある店に馴染みがある。彼が近くにいてくれてありがたいよ。この時はホグズミードにもあるってことなんだ。本当の杖職人さ、とても腕がいいんだよ。杖を作ってもらうならあの人しかいない。うん、まあもう行っていいのかな。変身術を勉強し、あーお前飛ばせるんだこれ。了解、まあとりあえずこれ行っていいか。早くホグズミードに行きたい。ね、今俺ら移動したくてしょうがねえもんな。村へ行くのが初めてなら同級生と一緒に行って案内してもらいたい。同級生、俺ほうきで行きたい、うん。セバスチャン、ニンバス2000で行かしてくれよ。サヨナイはどうだった？あの二人といるのを見たよ。あの二人か。一人で生きてんだけどな。ニンバス2000乗って。ニンバス2000乗って生きてよな。ナティはどうでしょう？セバスチャンかな。やっぱセバスチャンかな。あいつなんか血統、あいつだってさ、今授業外だったら血統してくれんじゃねえか。セバスチャンと行きたいです。それはよかった。ミスターサローは有能な魔法使いの卵だし、この辺りに詳しい。スリザリン、ビクトール・ルックウッドのトラブルに巻き込まれないようにしてくれるはず。ルックウッド、ルックウッドね、好ましくない地元住民だね。あの男と仲間は避けた方がいい。ほう、できれば右腕のシオフィルス・ハーローもだよ。ローネン先生の課題が終わったら城の扉で友達と会うといい。これもハリポタあるあるなんですけど、時間は有限だよ。やるべきことを終わらせれば、その分早く3本のほうきで、3本のほうき店あるんだ。ずっとあるんだな。すげえな、ずっとあるんだね。1本のほうきから知ってるよみたいな冗談を言ってた。じゃあこれはもう行っていいのか。ど、あ、いた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 、ローネン先生、何してるんですか。あ、来たな。あ、ちょっと同じことやろ。ルーモス、あ、でもルーモスじゃないことやってんな。雨降らしてんのか。先生、呪文を教えていただけるんですか。そうとも、しかも非常に便利な呪文だぞ。来た、修復の呪文、レパロだ。レパロ、物を直す魔法だ。瞬きの間もなく新品同様になる。オーキラスレパロやろうぜ。重宝しそうですね。想像する以上に使うぞ。ウィーズリー先生が言った通り、まあ、君は同級生に追いつけるよう、フィグ先生が橋直してたぐらいだしな。教えるのは私だけではないぞ。他にも数名の教師が協力を申し出ている。だが魔法の腕をより磨いてもらうために、それぞれがいくつか予習課題を出すだろう。今日の分を用意してきた。一通り目を通したら報告しに来なさい。はい、すぐにレパロが唱えられるようになるだろう。これちょっと課題を終わらせてきます。行ってきます。今すぐ課題に取り掛かります。これはもう早く覚えれるわけじゃねえんだな。壊れた像の近くで飛んでいるページを集める。あーなるほどね。でメインクエストは今何なんだ。これで知ら、うわ、なんか見にくくてわからない。これサブクエなのかな。こっちのホグズミードを訪ねて物資を集めるっていうのがさ、そうっぽいけど、ちょ、とりあえずやっちゃうか。何すんのこれ、壊していい。あ、壊せない。浮かす、うー来た、なんか手に入れた、なんか手に入れた。先生、フィールドガイドのページかい。来た、握手をした、やった。キョッタ、銅像の上にあんま添えて乗るんじゃない。あった、握手を、よし、これで覚えるんだ。セノビアの奥、また今度な。これでもう覚えれるってこと。うわ楽しい。なんか覚えれるのがスムーズだね、早いね。準備課題はどうだ先生。課題が終わりました。もうあっという間でした。見事だ。基本的な魔法はお手のものだな。さてでは、修復の呪文を試してみようか。いかついのよ、今日た髪型が。発音と動作に細心の注意を払うように。はい。力強さも大事だ。はい。さ、杖を構えて。はい、先生。行くよ。杖は魔法の来た。あ、ぐるっと回ってる。覚えておく。これ襲ってくるからね。来たよ。クラウチジュニア。あ、間違った。四角だった。やばい、クラウチに来るよ。クラッチに来るよ。
あぶねえ。もうミスって習得するってよくわかんねえけどな。来た。レパロ。レパロ。壊れたもんね。だからちょっと待ってね。これ。よくやった。はい、ありがとうございました。何かを直す練習がここでやりたいんだよ。水辺のくぼみにある。レパロ。試してみなさい。心が引き裂かれる。来た。を表した像だ。身に覚えのある。もうすごいなんか悲しい像だな。もう変なタイミングでクエスト完了すんな。レベル1ロックっていうやつは俺レベル3なのにどう上げるんだ。まあ後々でいっか。どうしたの？あ、ルーカン・ブラトルビー、こいつだ。クラブのことセバスチャンに聞いてきた。セバスチャンの紹介ならそれだけで十分。あ、聞いたぜ。僕は違法決闘クラブやってんだろ。末十字会で調整役をやってる。セバスチャンから紹介されるなんて強いんでしょ。まんざらでもね。腹へしょってやったわ。決闘の素質があるらしくて。なら君にふさわしい場所だよ。末十字会ってどんなの？確かに。僕が対戦相手を選ぶ。最後まで立ってた人の勝ちだよ。誰でもいいわ。2対1でもいいぜ。そうやって僕たちは学校一の決闘者を決めてるんだ。それからお楽しみ要素として勝てば賞品がもらえるよ。なるほど。どうだい？やろうぜ。受けてたと。入ろうぜ。もちろん。決闘は楽しい気晴らしだからね。ストレス発散だぜ。そうだね。それにパートナーと一緒に決闘できる。あ、2対2とかもあるんだ。最初はセバスチャンとのペアで、次からは一人でやるか、パートナーを連れてきて。そういうのがあるんだね。ちょっとやってみてえな。したい。いいね。いっぱい盛り上げてよ。あ、来た。やれる。やっぱ決闘よ。出場したのは杖を構えてね。お辞儀して。ボルデモートに怒られるよ。レビオーズなので突破できます。R3 でロックして、何言ってるか分かんないけど、もうセンスやってやるわ。行くぜ。なるほど、レビオーズやって、ナイス。あ、なるほど、ね、これプロテコもしっかりやんなきゃいけないよね。レビオーズ、おいおい、お前らそんなんで大丈夫か。さあ来いよ、いつでも跳ね返してやるよ、レビオーサー。ここでルーモス、レビオーサー、溜まってない、プロテゴ、レビオーサー、アクシオ、すごい面白い。ただこれちょっとタイミングがあるから、助けてー、セバシアン、セバシアン痛い、あ、やばい、うん、負けたー。よし、いけ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 、セバシアン行け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 、あいつだった、あいつだった、セバシャン行け、セバシャン行け、ベビーオーサーアクション、セバシャン行け、お前まで、そうそうそう、お前まで行け、よし、行け行け、おはようございます。かけてなかったよ。余裕だったぜ。かけてる。おい、ジョージ、フレット、お前らいいのか。すごい、セバスチャンの見立て通りだ。だろう。まだ手強い相手もいるけど、この調子なら次のチャンピオンになれるよ。最高だね、やるよ。いつでも受けて立つよ。こういう決闘を開催するのには時間がかかるから、また後で来て。何か用意できる。了解。無敗の王者としてなんぼでも戦ってやるよ。いい勝負だった。ぜひまた来てよね。背中で語りやがって。おや、決闘した後なんだけどな。いや、ここで会えるも何も。さっき一緒に決闘してたよ。新たな指令だな。物資が至急いるんだろう。ホグズミードまで同行するよう言われたよ。君は村へ行くのは初めてか。うん、うん、ここに来てから初めての外出。それじゃ最高の案内役になれるよう努めるよ。スリザリンだと思えないんだけど、こいつ。何でも揃ってるから、必要なものはみんな見つかるはずだ。じゃ行こうか。これメインキャラスリザリンは悪であってほしいんだけどな。大丈夫、取り巻きのクラップとかゴイルみたいなやつ出てこないの。クラップもう最後の方いなかったけど、捕まってリアルで捕まっちゃって、うおー、いいな、やっぱ外の景色っていうのは。慣れない表情すな。すげー、ウィーズリー先生に同行を頼まれてよかった。決闘しようぜ。僕もあとありがとう。もちろん。ルーモス。決闘で僕に勝ったのは君が初めてだ。注目しておいた方が良さそうだからね。ちなみに引き寄せれんのかな。ウィーズリー先生といえば無理だった。ずいぶん気に入られたみたいだな。無理だった。ならよかった。うわ、もうこっちまで行けちゃうんだ。僕の発足歴を考えたら、先生が僕に何かを託すなんて驚きだけどな。すげえ外出たよ。
よく罰を受けるみたいだね。経験はそれなりに豊富かな。そんな走りながら息切らさないでよく喋れんね、二人とも。うわ、いいなぁ。でもここもきっとさ、この旅で一回分逃れられ、闇の魔術師たちにやられたりするんだろうな。それならよかった。司書のマダムスクリブナーに追われてたんだ。いつものことだけど。マダムスクリブナー。そこにウィーズリー先生がやってきて、僕にはよそで用があるって説得してくれたんだ。ルーマス。でも結構みんな自由に移動してるんだろう。司書を怒らせるなんて何したの？ま、意見の相違ってやつだ。まあ意見合うやつなんていないからな。このハリーポッターの世界は禁書の棚を見ちゃいけないそうなんだ。それには同意で、完璧な人間はいないっていうお話だもんね。ちょっと待て。何？草かげろうを集めるのにいい場所だ。見た目もいいけど煮込むと強力な魔法の材料になる。了解。握手を全部集めれた。普通にお前さ、集めてる最中に先行くのやめろよ。ルーマス、多分これもうかまってちゃんみたいになってるけどね、キョッター。禁じられた森からだ。見ろ。どこ？どうしたの？見てみろよ。うわ！すごい眺めじゃないか。すげえ！そうそう見られるもんじゃないぞ。うわ！ポグリフを見たかな？絶対に見た。ヒッポグリフまでちゃんといるんだね。乗れんのかな？ヒッポグリフってそもそも。禁じられた森だ。乗って、映画みたいな感じでできんのかな？名前通り。そうだ。危険すぎると思ってるのさ。もっと僕たちの身を守る能力に自信を持ってもらいたいんだけどな。ああ、ハグリッドの小屋とかもないわけだもんな。ソーズミードが見えるぞ。はい、これを越えていくんだね。もっと早い移動方法なんかないの？ちょっと出してやめて。急に出してやめて。探検するか。少しだけ。ちゃんと止まったら止まってくれんな。広いよね。そう、僕は5年いたのにまだ表面を撫でた程度だ。微妙さじゃないの。知らない場所も多い。いや、みんなに教えてくれないの？これお前らには見えてんのか？秘密を言いふらして回るわけにはいかないだろ。君もなんで血統に強いのか教えてくれないぜ。なんか毒キノコお前ゲットすな。毒キノコお前さりげなくゲットすんな。謎の何かを作ろうとするな。いや、こんにちは。こんにちは。選ばれし者だよ。ちょっと怖いよな。あ、見えてる。え、待って、セバスチャン見えてんの？君には見えるの？あいにくね。君だって、あ、見えるんだ。たくさん見てるんだろ。人の死を目の当たりにしてんのか。これから平穏にやれるといいな。確かにそれそうだな。見えるものと見えないもの。いいな。結構なんかキャラが濃くなってきそうだね、こいつらとも。お前そのさ、途中途中急に出し入れないで。その俺に抜かれそうになったら出しやめて。ムーンの管理人だ。ちょっと様子が変だな。ムーンさん、どれ？ムーンさん。新しい5年生には会いました。動きの子取るなって。よろしく、戻った方がいいぞ。ミスターサロー、振り返って走れ。ムーンさん大丈夫ですか？あれが俺をじっと見てたんだ。目を皿のようにして。何のこと言ってんの？一体何がです？デミガイズ、ケムクジャラで醜くて恐ろしい。なんだ？俺は安全な城の中にいる。お前らの幸運を祈ってるよ。無視すんな、セバスチャン。かぼちゃジュースに何を入れてるのか知らないけど、明らかに飲みすぎだろ。出たかぼちゃジュース。あんなになったムーンさんを見たのは初めてだ。あ、なんかある。ちょっと待って、セバスチャン、ちょっと待って。ムーンさんは変わった人さ。セバスチャン、これなんかあるの？セバスチャン、これ回収できる？それじゃ、来た、回収した。妹さんもスリザリンなの？ああ、以前はな。今は体調が良くないけど。やっぱスリザリンのはスリザリン同士っぽくなるんだな。あれシリウスだけスリザリンじゃなかったんだっけ、確か。そういうのあったよね。あ、来た、ホグズミートだもん。わ、いいな、ちゃんとした街っていうところも楽しいよな。まあ、ここまで一気に移動できるようになるんだろうね。到着。ここは走れないのか。実際ちょっと待って。ここには何とも言えない魅力がある。ニャンコいるから。店なのか住人なのかわからないけど。セバスチャン待って、ニャンコいるから。特別な何かがある。火に群がるガのように引き寄せられるんだ。はいはい。お店がいっぱいあんだな。まあ言ってたもんな、杖と、あとなんか魔法薬とみたいな感じで書いてあったよね。え、お菓子屋さんとかさ、おもちゃ屋さんあんのかな。フレットとジョジョがやってたみたいなの、昔先祖の時代からやってましたみたいな。入れるわけじゃないんだね。あれロックかかってるっていうことは。どうする？後々か。ウィーズリー先生の話だと
必要なものがあるんだろう。杖やらなんやらさ。うん、花発火の種に呪文クラフト、魔法薬のレシピ。よし、新しい杖が楽しみだな。そう、杖にしか興味ないのよ今。村を見て回る時間はたっぷりある。店によって妹に何か買っていこうと思う。用が済んだら広場で落ち合おう。復学するって言ってたから妹思いなんだな。セバスチャン、お前めちゃくちゃいいやつなんじゃないの。死んでくるといい。ねえ、お前どっちかというとグリフィンドール生なんじゃないのか。オリバンダーの店、まずオリバンダー。オリバンダーどこ。杖のマークなの。オリバンダー、あった。オリバンダーの店、ここ、もうここじゃない。すいません。またか。オリバンダーさん、もう俺が鳴らす前に鳴らしてる。はい、ただいま。ああ、君か。オリバンダー、ゲボルド・オリバンダー、ね、オリバンダーの先祖ってことよな。ああ、うん、こんにちは。実は新しい杖だろ。その時期だ。その時期って。いや、途中入学の5年生だろ。失礼、聞くまでもなかったな。わしはゲボルド・オリバンダー。無論オリバンダーの名は知っておろう。何しろ世界一の杖作り。世界最強の杖くれよ。なあ、ニワトコの杖くれよ、うん、オリバンダー、ニワトコの杖をくれ。杖を探そうじゃないか。たまたまそこにニワトコの杖入ってねえか。違う、これも違う、うん、ああ、でもこの感じは賢者の石の時とちょっと選び方似てるね。これだ、うん、強力な芯。なんかもうこれだよって取っておいたんじゃなくて、どれかから選ぶみたいな感じだったもんな。ほら、試してみてくれ。ああ、まあシンプルな杖、まあこんなもんでいいか。とりあえずはただでもらえんなら。うん、うん、おかしい。もう一度だ。本気で振ってみておくれ。あ、いいぞ。おやおや、いらん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 。合ってないのかい。その現映画版とかもこんな感じだったわ。なんか3、4本目くらいで当たるみたいな。これも違うな。ちゃんとある？あとキョッターの表情がなんかいつもぎこちなくて可愛いわ。これだな。35センチ。ちょっと長くない？あ、でもドラゴンの心臓の金銭か。次はこれを試そう。あ、でも見た目はさっきよりちょっと好きかもしんない。なんか変な輪っかついてるけど。大丈夫？あー、もうもうあった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 、こんな感じの。戻した方が良さそうだな。これは思ったより時間がかかるかもしれない。これポトって勝手に1個だけ落ちたりしてさ、困ったの。これかのみたいな展開ないかな。あいつはどこだったかな。これだ。あ、それちょっと出っ張ってるやつ。紫の出っ張ってるやつ。あ、それかい。こいつで間違いない。さあ、持って。これで合ってるってこと。ニワトコの杖じゃねえのかな。何、ナチュラルグレー、木製の種類なし。なしって何、種類なしってあんの。ドラゴンの心臓の金銭、硬い杖を決定する。え、あ、あ、何これ、あ、何これ、あ、あ、素晴らしい。これも自由選択型。これ自由選択型だった。だ、どれにしよっかな。これ杖っぽくねー。螺旋状、螺旋状。木材の種類なし、楓。あ、なしね。はいはい。あ、いっぱい。でも木材の種類って言ってもわかんねえな、こう見ても。あー、ちょっととりあえず長さは 14.5センチ。素晴らしい。柔軟性まだ決まってないのよ。しならないより、もうぐにょんぐにょんに、かなりぐにょんぐにょんに曲がるようなやつにしてやろうぜ。種類なんか知ってる言葉のが一個もないんだけど。あれ今さ、あ、え、あれ、興味深いな。ニワトコの杖、ニワトコの杖できんの、これもしかして。わかる、ニワトコの杖作れたかなあ。ニワトコの杖作れんじゃねえか。これ色変えるんだ。素晴らしい。グリーングレー、グリーングレー。もう枝なんか苔生えてる枝。全然かっこよくない。でもニワトコの杖だ。ドラゴンの心臓の金銭、ユニコーンのたてがみ、不死鳥の、ちげえ、ちげえな。ニワトコの杖かと思ったけど違うのよな。ここあるよね、
セストラルの斧毛だよな、確か。庭所の杖作るのって。作るっていうか、できその素材って。うわ、ちげえじゃん。幅広い種類の魔法。安定して魔法。強い魔法。こんな強い魔法じゃね？シンプルに。ドラゴンの心臓の金銭の杖はすこぶる強力で覚えも早いのだ。やっぱ力に溺れねえといけねえからよ。決定。どうだろうかね。なんか刺したら痛そう。それさ、キョタ、キョタ悪い顔してる。キョタ表情がすごく悪い。新たな杖に新たな未来、魔法界の未来も明るい。オリバンダーさん。キョタ、何しようとしてる？びっくりした。今オリバンダーに何かすんのかと思った。今。感触はどうだ？いいですね。全然違う。うねりみたいなものを感じます。それが相性だ。そうね、君のつながりは特に強そうだったからな。正しい杖は持ち主から学び、持ち主は杖から学ぶのだ。そういうこと。早く試してみたいです。あ、キョッターが。そうだろうな。ドラゴンの心臓の金銭の杖は素晴らしい魔法の力を秘めておる。ちなみに使えば使うほど杖との絆は強くなるのだ。杖が魔法使いを選ぶって言うけど、この杖には君の考えを察する力がある。明らかにキョッターが選んでたから。時に重宝するだろう。オリバンダーさん、最高ですね。最高っすね。助けしただけだよ。何かまたわしに手伝えることがあればいつでも。優しい、優しいオリバンダーさん、ありがとう。アクシオ、ルーモス、レビオーソ、レパロ、ネパロ、一通り見せました。今学んできたこと、一日でこれ全部学んだんですよ。すごくないですか。見てくれないですね。でも今なんか杖が、あ、なにこれ、もらえます、メガネ。オリバンダーさん、メガネもらいました。よし、じゃあこれで終わりかな。とりあえず今ただのやつをいろんな店行ってきたんだけど、もうほぼチュートリアルだったね。それじゃあセバスチャンを探そう。オッケー、ありがとうね、トーマス・ブラウンさん。セバスチャン、遠いな、セバスチャン。セバスチャン、終わった、帰ろうぜ。長かったぜ、セバスチャン。必要なものは全部揃ったよ。わかった。必要な品は見つかった？ああ、用事も済んだし、あとは自由だな。自由時間か。他にできることを考えてみようか。決闘しようぜ。なんだ、ものすごく嫌な音が。おい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 、ちょっと規模感近くない？急に、急に規模感近くない？何？みんな頑張って、ちょっと帰るよ。まだ新入生だもん、新入生だもん、帰ろう。爆やめろって、なんでこっち来んだよ。うわー、ルーツシンガー、なんか言ってくれて、なんか建物から離して追い出すよ。はい、お願いします。あと帰るよ、キョッター帰るよ。無理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 、爆発魔法ボンバーだ、こっち覚えてないのよ。また来た、どうしよう、回避。ラッキー、急にアクションかい。やるぞ、嘘でしょ。ヒー、セバスチャン、あと頼むよ、いてー。セバスチャン、お前ふざけちゃえよ、この野郎、聞いてないの。ガードやられる、セバスチャン、お願い。お前画面目ん玉からやってっかね、この野郎。うわぁ、アクシオ、引き寄せれない、浮かせれない。なにこいつ、無理だよ。ルーモス、いけ、なんか投げた、なんか投げたよ。頑張れ、よし、ではまた、うまい、怖い、いけー、ナイス、怖い、これはられる、回復、痛っ、回復、なんか出てきた、うぅ、いい、セバスチャンやって、いけー、セバスチャンやってくれ。他のやつらどこ行ったんだよ、他のいたい、他のやつらどこ行ったんだよ、あいつらも、なんで、これで当たってんだよ。レビオソ食らってる、何も食らってる。セバスチャン、セバスチャン、プロテゴン、ナイス、ドゥイファイ、
デゴン行け。プラデックスセバスチャン助けて、セバスチャン助けて、はまったはまったはまった、ここはまった、すいません、ここはまってる、抜き出せない、弱ってきた、いたー、いっぱい飲む、気持ち強くない、強くない、これ強くない、やばい、もうないよ、もうない、うわこれどうすんの、あ、なんか回転できるんだけど、ナイス、いけ、もういけ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 、うわ、死ぬかと思ったよ、なんで二人でやんなきゃいけないんだよ、お前キョッター消し飛ばした、なんてこと、もう一匹いたの、あんたたち大人のトロールと戦ったのかい、二人だけで、いや、ほぼ一人でしたけど、そうみたいです、実は頭がぼんやりしてて、ほぼ一人でやりましたけど、なんだって怪我はないの、ありません、あ、全然、お役に立ててよかった、ノーダメ、随分と控えめな言い方をするね、あんたそういう性格なのかい、闇払いの素質がありそう、すいません、あんま騒ぐの得意じゃないんで、あんたたちもし怪我してなかったらちょっと物を元の場所に戻すのを手伝ってちょうだい、あ、いいですよ、もちろん、シンガー、シンガー巡査だよ、改めてありがとう、巡査なんだ、あ、もう全然ですよ、はい、ルーモス、ルーモス、レパロ、レパロ、全然元気なんでいいっすよ、それもセバスチャンは、あ、お前よう聞いてくんの、ちょ、もう頼む、てか、なんで二人で戦ってたんだろうね、大変だったね、あとはこれか、レパロ、レパロ、もうこれ直せるって相当だぞ、スキャマンダーが部屋直してたぐらい直してるな、もうそれ以上の規模直してんな、めちゃくちゃ直してんじゃねえか、で、セバスチャンどうだった、もう何が何だか分かんなかったぜ、を褒めちぎってた、えっ、また褒められてばっかかよ、どうも初対面ですよね、自己紹介させていただこう、副職マエストロオーガスタス・ヒルダ、名前長、素晴らしい勇敢さでトロールと戦ってくれたことに感謝したい、ホグズミードをあるべき姿に戻してくれたことも、ね、怪しいなこいつ、なんか喋り方が、お礼なんてそんな、君はマーリン勲章を受けるべきだ、でも僕はもっと役に立つものをあげられるよ、何くれるんだ、僕はグラドラグス魔法ファッションの店長、あ、なんかおしゃれな服くれるってこと、あ、防御力、あ、防御力、あ、欲しい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 、しなしなもある、命を守れるな、危険な敵との遭遇はこれで最後じゃないだろうから、うん、うちのローブを一着進呈しよう、今日のお礼としてね、レベルの上げ方がいくらなんでも、ええ、もうありがとうございます、ありがとうございます、慎んで頂戴します、慎むな慎むな、でものお礼、普通にもらえ、さあこのサイズを試着してみるかね、なんかこれは自分で選ぶってこと、ほー、あ、いいじゃんいいじゃん、あ、これか、攻撃力5アップ、防御力上げてほしいんだけど、よいしょ、で現在の防御力と攻撃力、防御力ゼロ、防御力ゼロなん俺で、これか、これをつけて装備、攻撃力5、じゃあ防御力も上げるもの欲しいんだけど、たけー、一旦無視よ、ありがとうございました、もう帰ります、バタービールの 1,2 杯は許されるだろう、トロールに粉々にされかけたのも忘れられそうだ、うん、それはいい考えだね、飲みちゃう、3本のほうきはこっちだぜ、飲みちゃうか、ああ、なんでこれ大変だったな、もっと戦いにふさわしいアイテムを売ってるよ、ぜひとも僕の店をじっくり見て回って、ちょ、これもらってくよ、ごちそうさん、これで3本のほうきに行くってことで、おい、あのトロールのさ戦闘規模おかしくない？